ないね、君。有料作文やってんだから。何文字やろしてる有吉。大丈夫さ、さ、サラダ。さっきのシーザーサラダ、え、何やねん、さっきの銀シャリの銀シャリの銀シャリネタですよね。全部全部サラダやないかい。もう単なるファンじゃん、ファンのおじさん。すっごい楽しそうやもん。すっごい楽しそう。最低の漫才ナンバーワンを決める。最低の漫才も今日決まるんですね。もう一回言います、はい、年末楽しみにしてること、はい、お願いします。今夜は M1 の決勝でございますが、はい、年末はイベントごと目白押しでございます、はい、紅白歌合戦、うん、カウントダウンジャパン、うん、映画スターウォーズ公開、はい、クリスマス、はい、家族で旅行、うん、何でも OK です、はい、皆さんが楽しみにしてることを、はい、教えてください、はい、街のイベント催し物、はい、何でも大丈夫です、はい、さあお二人楽しみでございますか。あのね、はい、僕ね、あの、あれなんですよ、ちょっと過ぎたことなんですけど、うん、過ぎてんのかい。これからでも年末12月に、おうおう、はい、まあまあええやろ、聞いてみよう、聞いてみよう、あのね、おうおう、あのね、昨日ね、うんうん、あのエロは地球を救う復活してね、見たいね、うん、やったろあれ、やってきたね、何チャンネル、ね、これがねちょっと規模でかなって、うん、BS スカパーで、BS スカパーのエロいやつで、エロいやつがこう合同になって、うん、そこでまた24時間の4時間ぐらいだけ4時間エロチャンネルで、エロチャンネルやったの。そうやった。このラジオ影響あるんじゃない。え、このラジオでその話ばっかりやってたからスタッフが思い出してくれたんだよ。あ、かもしれん。あ、濡れとるやないか、久しぶりに思い出したな、濡れとるやないか。いや、ごめんごめん、ぽっちゃん、誰も濡れとるやないか知らんかったよ。本当？何言ったんすか。そしたら、ね、何言ってるのって。そう、でもよかったですね、それ。そうなんですよ、今日松村さんとか。そうそう、なんか松村さんも来ちゃって、うん、大はしゃぎですよ。あんなにはしゃいだ松村さん、久しぶりに見ました。めちゃ変人だから、ね、そうそうそう、めちゃ変人、めちゃ変態だから、そうか、すごいビッグイベント、ビッグイベント行きました。大役を、M1 グランプリの優勝よりもそっちの方がいいかもね。そうかな、 BS カパーのエロチャンネルの総合司会の方がいいじゃない。ほんま、ほんまかな、ほんまほんま、よかった、ありがとうありがとう。はい、山野。はい、僕もまだこれ決まってないんですけど。決まってないこと言うんかい。まあ、もしかしたらっていうことなんですけど、なんかおかしなこと言うてますけど、はい、まあまあね、はい、あの大晦日に、もしかしたら大晦日って言えばあれね、12月の31日のことですね、はい、そうです、正月の前ね、はい、正月の前に、はい、なんかネット番組、うん、ネットかい。そこって言うてますけども、はいはい、で、まあ、どうせあのスケジュール入りそうないから、入りそうないんかい。ツッコむね、全部ツッコむね、年またぎで、年またぎでどこまたいでんねん。いや、大体またぐ、年年年、はい、そこでなんかネットの放送を事務所でやろうかっていう、うんうん、ええやないかい。いいんですよ、誰も聞かないんじゃないかっていうね、メールフォーム、はい、メールフォームを聞きましたけども、メールフォームを発表しておきます。www.jfn.jp/dreamer携帯電話からも送れます、はい、大事なことなので2回言いましたっていうやつか。さあさあ、嫌な相手が入ってるこの間の説明下手くそだよね。説明せんていいとこ説明するしね、なんかね、よう分かるけど。言うてますけど、いやいや、おかしいです。変質者の笑い声だけでじゃないですか、なんか漫才師っぽくなくなっちゃうんだよな。いや、変質者じゃん。言うて笑うてますけど、どんな漫才なんですか。お知らせございます。はい、2つお知らせございます。はい、2016アシスタント選抜総選挙、次世代エースを選べね、はい、現在番組のホームページで投票受付中でございます、はい、現在もう投票数すでに5万票を超えております。お、はい、もうね、途中結果は発表いたしませんけどね。あ、そうなんですか。本番までね、はい、発表してますが、はい、投票方法は例年と同じでございます。番組のホームページにバナーが貼ってございます、はい、クリックすれば投票フォームにジャンプいたします、うん、衛星ジャンプします。さあ、候補者の中からこれぞ、はい、という一人に投票してください、はい、投票12時間に1回のみでございます、はい、24時間1日で2回チャレンジができます。わかりやすいね。わかりますね。ありがとうございます、はい、なんかちょっとした携帯ゲームのね、ガチャぐらい、うん、回数ですね。例え下手やな、ちょっと。例え下手なんやな。ですね、2回引けたりしますけどね。だって何ですか、ちょっとそ、厳しいな、はい、厳しい先生か。いや、まんまやねんか。例えてないやんか、ほんまに。お知らせその2枚。言うたげて、言うたげて。お知らせその2。はい。サンドリキャラクター祭り2025。いや、15、15。多すぎだろ、10も。今15年だろ、なんで25年のことやるんだよ。おかしいやろよ。緊張するな。すいません。今日決勝だってことで、はい、すごい決勝の舞台で緊張してるね。すいません。いつもの突っ込みでいいんだぞ。はいはい。はい、再来週でございます。うん、再来週、はい、来週の次、再来週ですね。今年のサンドリキャラクター祭り行います。うん、今年この番組に登場したいろいろなキャラクターですね。うん、私がまあいろいろとやったものでお気に入りのものがあったりとか、はい、まあアシスタントの中でのお気に入りのキャラクターとかですね。を教えてください。投票でね、うん、投票で登場してまいりますので、はい、番組制作の都合で本当に申し訳ないんですがね、うん、
素材作りのためにですね、はいはい、何月何日放送の何のコーナーに出現したキャラクターと分かってくださればいいんですけどね、一番、なるほどなるほど、指定してください、何月何日放送の何のコーナーに出た誰ですっていうのが分かっていると助かります、うん、ということでございます、はいはい、キャラ祭り再来週でございます、ね、まあこれに合わせて流行語なんかもね、うん、まあちょっと入れといてくれてもちょっと、はい、なるほど、添えて流行語も添えてくださるとね、助かります。いや、なんでなんか2回ね、二刀流みたいな、2回言いましたと、やそれよりだな、そうなんだよな、はいはい、締め切り、はい、今週の土曜日です、はい、ご協力よろしくお願いします。ピスタチオやないかい。目伝わってないからね。ちゃんと目もやってましたね。目やってたけどさ、はい、締め切り今週土曜、ご協力よろしくお願いします、はい、はい、お願いしますね、うん、はい、ということでもう M1 でございましたけどね、どうですか敗者復活、これ僕ら今見てない状態、そうなんですよ、テレビをね、もう僕らもさすがにプロですから、もうテレビを消そうじゃないかと。ということでね、テレビを消してやってます。敗者復活誰だと思います、だから予想しようよ、皆さんに。もう今結果出てる、敗者復活やってんだろ。そうです、だからそうで、もう今もうこれで、あ、俺らの予想当たった人も10万円。え、マジで誰から誰から、山野、はい、僕当たって、せーの、トロサーモン。はい、せーの、はい、東京ダイナマイト。ああ、これ見てないんだよな。あ、じゃあ予想で。ナイツ。え、ナイツ。ナイツ。なんか硬いね。10万取りに行ったんじゃないの？お、正解が来ました。正解。あ、え？変えていい予想。じゃあ何で答えみ、それ予想ちゃうやん。一応ダメだから見ちゃうと。見ちゃう。はい、ラジオネーム、ブワイ。お、ブワイ。ブワイ。はい、有吉さん、敗者復活決まりました、トレンディエンジェルだ、クソ、多分タイムマシンより面白いということでございます。タイムマシンじゃなかった、トレンディエンジェル、トレンディエンジェル、でもまだ分かんないですね、分かんないですね、トレンディ、俺ね、でも本当トレンディエンジェルだろうなって、うん、ちょっとテレビ局関係者の人と言ってたんですよ。いや、なんでそんな後から言うのよ。一番卑怯だよね。答え10万円で言う分には、ね、言ってたんだよな。だよなじゃないよ。トレンディエンジェル、まだ始まってないよ。そうか、はい、トレンディエンジェルでございます。Slay Night Dreamer Live on air. Sunday Night Dreamer.なんで急に毎回そう言いたいし、毎回そういうこと言う人だったらいいけど、わあすごいトレンディーだね、うん、言おうとして今言おうとして俺だけ言わせんの、ね、一緒に今の私も危うく滑らされるとかすごい、ね、ちょっとね、どうも高橋義文の部の一個下です。いやいや、同級生になるも私もなんで一個下で言うんだよ。なんだお前は下手だな。あんま突っ込みやったことないけど、めちゃくちゃ下手じゃん、はい、いや、ちょっと今漫才っぽくやってみましょう。ラジオネームはい、はい、おいイノシシ、ラジオなめんなよ。お笑いとかどうでもいいんだよ。俺たちは FM らしく曲聴きてんだよ。頼むよ、トイレの神様流してくれ。あれ10分以上かけて絶対ピアン狙いあるでしょ。消してみろよ。それにはそれはしかも有吉さん歌うんですか。それは綺麗な空想を食う豚がいる玉金。あんまりそれ替え歌しちゃいけないんだぞ。自分が言うてんやん。もう一人でやんなるから、せめてやめてよ。自分がやってんねんからね。今日なんかナイツの、あの敗者復活のネタ、あれ俺は東京さ行くだだったから、あのあれだってね、視聴者投票するところの VTR でほとんど権利で流れなかったっていう。あ、そうなんだ。ダメだよ、だからネットを流せないんだよ、あんまりその大変よ今世の中。なんか自由なようでやっぱ自由じゃないよね、そこはね。厳しい、やっぱ権利ありますからね。だからトイレの神様あんま買うととかしちゃいけない。めちゃくちゃやってるやん。これだから、これがだってテープで出ますよって言った時、そこ全部カットしなきゃいけないから。テープで出す予定ある。なんでテープ出していいだろ別に。テープなんですか、CD とかまだあるんですけど。テープ再生する機会あんま家にみんなないんでね。ボケボケボケかい。なんだおかしいな、21世紀のテープ出すっていうからさ、ねえ言ってますね。めちゃめちゃ滑ってるやないかよ。これはさ、それさらのーギャルソンさん。おい、それさ、曲来たよ、曲来たよ、曲来たよ、曲来ましたね。はい、では一曲いきましょう、はい、年末の総選挙に向けて曲も僕らが選曲しています、はい、まずはイノシシ選曲から、うん、タイムマシーン3号に優勝したいと思いたいということで、ミスターチルドレンでタイムマシーンに乗ってです、どうぞ。さあ、というわけでこの時間
間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送で漫才チャンピオンを決めております。違う、はい、アシスタントは山崎モーターズと猪瀬太郎です。あのね、はい、メール来ております。来てますか。ラジオネームワールド、うん、速報です。トレンディエンジェルが2位の順位を叩き出し、タイムマシン3号の4位確定しました。山野、はい、死ねえ。なんで山野って言われたんだ。なんだよ。残念ながら、進めませんでした。進めま、ね、私の呪いは6位だったん で、 ですよ、ね、呪いも外れてちょっと、うん、僕自分のなんかその能力者としての衰えを感じて。いや、そこで落ち込んでるの。呪術師としてのパワーに落ちてきてる。だからがっかりしたんですね。そう、がっかりしてるから、あ、決勝いけんでかわいそうやなって言うてんのかなと思ったら6位じゃなかったから。ひどいよ。呪術師、もう俺芸能界辞めて呪術師としてやっていきたいから。本当はだから今回6位当てて呪術師としてやっていきたい。いけへんから、これは。そんなんでは、はい、だからこれでもうタイムマシン3号が6位で当たんなかったから、はい、もう山本は来年会うことないよ。あ、もうここで宣言しますか。もう来年山本会うことない。もう漫才ダメだったから、チャンピオンだったらね、はい、ちょっとやっぱこっちもやっぱりあの、はい、頭下げて、ね、すいません、チャンピオン、ちょっと川さんに出てください。お願いします。それも自分チャンピオンでもない、なんでもないんだから別に。決勝化け物だから。あ、化け物、ただの顔の化け物だ。顔の化け物、もう会うこともないでしょうね。ごめんな山本、残念。うん、ごめんなさい、はい、さあニュースいきますか。はい、はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。はい、はい、ではニュースいきましょう。いろんな流行語が発表。イエイ、うん、今年の新語・流行語大賞の年間大賞およびトップ10が発表されましたが、その他にも様々な流行語が発表されておりますということです。もうだから結構、はい、もう1週間ぐらい経ちますか、はい、だからです、ね、もう結構、はい、で尽くしてますけどね。なんでトリプルスリーなんだとかね。てますね。あと、はい、いろいろあれじゃないかこれじゃないかとかいろいろありますけど、うんうんうん、まあどうでもいいんですよ。もうヤクミツルさんがね、楽しくあの決めてること。審査員のね。ヤクミツルさんが、ほら、ヤクミツルさんがハゲるぐらいやっぱりほら、はい、あの神経すり減らして選んでるんだから。選んだためにそうやってまた流行語選んだんです。あれでしょこれでしょ、うん、とか何やってんのヤクさんって言われるからストレスハゲちゃうんだから。そうなんですね。まあね、それずらつけてらっしゃるからそれバレないけど、今ハゲてるって分からない。ガンガン言ってるやん。ガンガン言ってるやんか。何よ、思いっきりハゲてるってガンガン言ってるじゃないですか。本当デリケートな問題ですからね。デリケートなんですか。隠そうとしてるんですか、言っちゃって。ヤクさん、そうなの。ヤクさん笑わせようとしてない。いやいや違う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 、笑わせようとしてないですから。本当、まあ、だからそれぐらい神経すり減らして、ヤクさんがハゲるぐらいすり減らして、うん、ずらつけてるからハゲてるっていうのは分かんないけど。いやいや、何回も言わないで。もう本当に反省してますか。反省してます。何安心してください。書いてますみたいな。何のパロディか分かんないです。ね、いろいろあるんだって。さまざまな流行語が発表されてるんですってね。はい、いろいろあるんですね。あの新語流行語大賞だけじゃなくて、はい、Google 検索による流行語ランキングだと、はい、1位がマイナンバー、おー、2位がラッスンゴレライ、3位エンブレム、4位ドローン、おいおいおい、5位北陸新幹線とかね、うんうん、ギャル流行語大賞、ギャルが選ぶ流行語大賞と、ね、1位パリピ、パリピーポーの略、パリピ、僕らでも聞きますもんね。で、まるまるかよ、三村さん的なことですけど、ね、でもまあ言うでしょうね、なんとかかよっていうのが、言います。3位リア友、リア友、リアルな友達。ああ、そうなんですか。4位初見、なんで君に初見ねみたいな。流行ってるんですか。5位が、CP っていうから、カップルの変化系で CP だって。ギャル語が一番面白いよやっぱり。あいつあいつ CP らしいよみたいな。みたい。なんだって。すごい。すごいね。カップルが古い言葉かと思ったら、その略語を使うんですね。パコっても入ってないですかね。浜田ブリトニー流行語大賞があればいいんですけどね。パコってとかね。今もや、ね、ちょっと痩せてね。この前、ツイッター見てたら、あいつが声かけてきてた。有吉さん、パコりたいんでしょって最高だよ。めちゃくちゃ面白い。俺、あいつ面白いんだよ。直接来たぞ。パコりたいっしょ。めちゃくちゃ面白いですね。っていうような流行語、いろいろあるみたいです。すごい。はい、まあうちのこの番組的にはね、はい、まあ流行語大賞は、はい、おちんちんドローンおじさんというそんな流行語ブレイクいたします。ニュースね。だからギャル流行語大賞がやっぱまだちょっと俺ら全然知らねえから言っとくと、はい、CP がカップルの変化系です。だから、ね、これメールとか LINE で使ってるような言葉が入ってるから、うんうん、実際にこの CP じゃないって言ってるとは思えないけどね。なるほどね、そうですよね、うんうん、鬼子、鬼子、鬼子、わかんのかなこのラジオ聞いてるおじさんたちは、うん、本当結構
高いですね。万年床で寝てるおじさんたちは分かるかね。鬼子って言われて、そんなやつ鬼コールの略、うん、鬼コール一気コールとかそういうことですよね。鬼のようなコール、うん、なるほど。鬼子、うん、鬼コーチじゃないよ絶対それを発想しますよね。鬼コーチじゃないよ。タッチに出てくるあのサングラスのコーチじゃないよ鬼子、鬼子じゃないよ。 ですよ、あれね。あとレベチ、レベルが違う。レベチ、レベチ、あいつとはレベチだから嫌な言葉だな。嫌だな、ほんとに。 LINE でこんなこと言うんでしょうね。レベチ、あいつはレベチ、うん、で、8位がメンディ、メンディ、これめんどくさいの変化。おー、それメンディーな、メンディーな、それメンディ、それメンディ、うん、なんか、あのね、エグザイルのメンディ、そっからの変化が、ね、9位がヤーよ、うん、あ、これはね、あの、うん、10位がツ、これです。ツだけで都合のいい女の略どんだけ略しとんねん。あいつツあいつつ、あいつつ、あいつつ、それだから言わないから、会話じゃないから、だから LINE だから、何でその会話で盛り上げようとしてんだよラジオだからコントでもできると思ったのか、それラジオ、何会話にするでしょつ、ね、つ、はあ、なるほどね。なんだってすごいです、ね、あと JC、JK の流行語、はい、JC とか、はい、これがまずすごいけどね、女子中学生、女子高校生、うん、ね、それを JC、JK、 そうです ね、すごいですよ。 JA は農協でございます。わかるんですよ。安心の農協ですからね。JA で言うことを聞いてもね。聞いてみたいですけどね。JA で言うことも聞いてみたいですけどね。JK バンク。なんか悪い気持ちがする。これすぐ捕まるやつだよ。JK 銀行に預けてんだけど、JK バンクに預けてんだけど。何やろうとしてるんだよ。やばすぎる。JK バンクだよ。いいですね。面白い。女子中学生、女子高校生が選ぶ流行語は、1位、安心してください、入ってますよ。2位、それな。それな。3位ラッスンゴリラ、はいはい、4位あったかいんだから、うん、5位 YDK やればできる子、うん、ドラゲない、うん、あーね、ダンソン、うん、やっべーぞ、終わった、うん、やべーぞ。結構ここが一番なんかまあリアルっぽいよね。よく聞くっちゃ聞くよね、意外と。そうですね、まあ、芸人の言葉がやっぱ多いですね。だからやっぱりこの辺の人たちが一番なんかまともな、はい、女子中学生、女子高校生が一番まともなんじゃない、流行語に対する感覚の世間の流れはね。そうですね、やっぱりこの人たちよく分かってんだよ。なるほどね。ハゲてずらかぶっておじさんとはちょっと違う。いいよそこは、名前の言わなくなっちゃう。いいじゃないですか名前言うと怒るじゃないですか。名前だけかどっちかでいいんだよ。どっちかでなんか。ヒゲヅラ。うん。ヒゲヅラはいっぱいいるからね。まあまあまあ分かんない。他にもいらっしゃるかもしれない。ということで流行語大使はそんな感じでございますね。はい。はい、もう一個ぐらい行く？どうする？行きます？行こうか。はい。はい。じゃあ続いてはこのニュースです。渡辺直美国内のインスタで2冠。インスタグラムが今年を振り返り、日本で人気のスポット、日本で人気のハッシュタグなどを発表しました。その中でお笑い芸人の渡辺直美さんが、日本で人気の著名人がシェアした投稿の中で最もいいねが多かった写真、日本で2015年に最もフォロワーが増えた著名人のアカウントで1位に輝きました。ねえ、面白いね。いつも写真がね、これ面白いんですよ。インスタグラム、もうインスタグラムだね、もうみんなね。あ、そうなんですか。そっちの方がいいね。おー、ぼっちゃんもそうなんですか。もうツイッター、うん、ツイッターだってもうなんかツイッターじゃないんじゃない、もうインスタだよ、インスタ。いやでもなんかあれ聞きました、500いったんですね。いや、それはいいんですよ、それは。もうでもツイッター、あれいいの？ツイッターなんてもう、俺がね、俺が鳥越俊太郎だったらね、俺が畜生哲也だね、俺が畜生哲也だったらこのセリフを言うね。なんていうんですか。インスタはもう終わりました、インスタはもう死んだよく、インスタじゃないツイッターはもう死にました畜生哲也が言うんですか。俺が畜生哲也だった、ツイッターはもう死にますいっぱい間違えちゃったから全然ピンってこないじゃんけど、これは今日の伝わってこないな俺にも。漫才グランプリ1位決めてたのにね、これは大きな痛手になる、漫才だったのかな。そうなんだ、はい、うん、なるほど、すごいですね。ということね、これ写真ね、可愛いね、可愛い写真、はい、女優さんとかがモデルさんとかがいっぱいやってるんだよね。やってます、インスタね、やってますけどね。一方ツイッターといえばもう汚いおじさんばっかりやってますよ、ね、今やってるのは、今やってツイッター今やってる汚いおじさん。そうなんですか正直は、うん、インスタやっぱり汚いおじさんが少ないからいいんだよ。だから女優さんとかモデルさんも入りやすいんだよ、うんうん、あ、他の人がね、うん、多分インスタ写真が多いから汚いおじさんはやっぱあんまり出せないから出せないから、ね、だってツイッターは汚いおじさんが意見できるからさ、俺とかもそうだけど、ガンガン、ね、汚いおじさんのもうあの巣だね、はい、ツイッターは汚いおじさんの巣、あ、終焉を迎えますじゃあね、これね、巣は一番多いですからね。そうそう、だからもう巣のゴミだよ、やめてくださいよ本当、日本を代表するね、逆がすごいな。漫才たまにあんのよ、日本で一番フォロワー数が多いのは、うん、芸人の有吉だって、うんうん、これは日本の恥だなとか言ってる、お前が一番ゴミくず恥人間だからそんなこと言われてるんですね。だからそういうもうおじさんの巣ですから、うん、もうインスタだね、みんな時代は、うん、みんなインスタ、うん、あとこの番組の流行語大賞、さっきおちんちんドローンおじさんっていうの間違いがありましたけど、はい、間違いです、訂正です、はい、何ですか、濡れとるやないかい、おはよう
来た。来ましたね。これ来たね、俺来年来るぞ、俺。売れねえんだよ。売れねえから。長島はこれで売れたんでしょ、長島。女性の股間に手をやって言わなきゃいけないセリフだからさ、テレビじゃ使えないでしょ、そんなの。やってないって。触ってないですから。音を聞いたらクチュクチュって音聞いてやめなさい。何の会話してる、今日誰も聞いてないからと思って。ほんとこれいい言葉ですよ、ね、聞いてないかもしれない。でもダメよダメダメとかね、理工大臣そうですよ。そんなこと言っちゃダメよ、ダメダメ。なんでやったんですか。言われたらすぐやった。お笑い好きのおじさんすぐ使いたから。これがツイッタースナックのおっさんみたいなもんなんですね。そうそうそう、すぐもうあれツイッターおじさんの、おじさんのツール、はい、ツール、ツイッターのおじさんのツール、インスタは女性の可愛い女性のツール、ツイッターおじさんのツール。あ、これで明日のニュース出るよ、これ、この発言が。はい、コーナー行きまーす。コーナー行くぞー。漁師とかなんですね。船が出るぞーみたいなんですけど、ね。はい、おー、なってるなってる。船までやると。なんだこれ。おじさんたちの芸風は。頑張れー。頑張ってこよー。帰ってくるぞ、またな。なんで漁師のトマスって。古いんだよ、なんか鳥の鳴き声とかよ。いいですか、言って。言っていいですか、行けよ、バカ。はい。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、有名人が調子ぶっこいて話していたことを。坊ちゃん、タイトルし、言ってないよ。あ、言ってないですか、言ってないよ。ただ、こうないこと言ってたから。言え、はい、はい、そんなこと言ってましたですね。ツイッターとか、インスタグラムとかもいいんですかね。はい。有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。真面目人間。ギャラルとか、なんだよ。俺らが船の、俺らが船の大河ドラマやろうとしてたのに、すぐコーナー行こうとしちゃう。これ、真面目人間。真面目人間ってなんだよ。恥ずかしいよ。真面目人間。いやいや、突っ込んだんでしょ。真面目巨人。なんだよ、俺が真面目なんだよ。真面目。巨人もみんな勉強していった方がいいよ。何の勉強してんの。鉛筆ねえだろ、バカ。鉛筆は木の棒で地面に書こうよ。地面に書いたらお前風で消えるだろ、バカ。また書けばいいんだよ。そんなことばっかやってっから勉強できるんだよ。だから人間にバカにされるんだな、みんな勉強しないから。家壊して騒いだろ、バカ。家壊すぞ、そのこと言ってたら。これじゃあごめんね、これお詫びの印にこのリンゴをあげる。あ、よかったね、リンゴ、はい、本当に急に優しくなって、いい、はい、ありがとう、うん、ボン、うわぁ死んだ死んだ、はい、いいね、このくだり。ラジオネーム三平有吉さん、はい、キングオブストーカー2015の覇者山本浩二の手紙野郎がお酒のイベントに登場し、堀北真希さんとの結婚生活についていろいろ質問をされ、ニヤニヤしながらこんなこと言ってやがりました、はい。昨日は忘年会で50杯ぐらい飲んで帰ったんですけどね、怒られないんですよね。僕酔っ払うと可愛らしくて、昨日は楽しそうに帰ってきてたよみたいにうまく僕をさばいてくれるんです。別れろ酔っ払ってな、変な女と浮気してバレろ、グラビアアイドルとベロチューして写真撮られろ、居酒屋のトイレで女優の卵とセックスして小1時間立てこもれ、車の中で40代のおばさんの乳揉め、土下座してまーちゃんごめんねって謝れ。堀北さん、こいつはただのドスケベストーカーです。年内に証拠を挙げて提出しますので、どうか僕だけのエロサンタになって履き古したソックスください。あ、もう今年ですか、あれ、もっと前の気しますよね。ラジオネーム起きてるし、あゆこと浜崎あゆみの歌歌いおばさんが自宅や別荘を売却して下町の賃貸マンションに引っ越したという女性週刊誌の報道に対し、自身のツイッターでこう反論をしていました、私普通に青山の自宅に住んでるし、うちに遊びに来たらいいのに。有吉さん、女性経験がない僕には分かりづらいのですが、これは試されていると考えてよろしいでしょうか。スエゼン食わぬは男の恥、ビッチの誘いを断るのは童貞の恥です。東京都港区の世帯数は約13万、うち青山の世帯数は約2万程度、1000人の童貞が集まれば1日20件のローラー作戦で潰せます。各地好みの変装で青山墓地にご参集ください。花崎さん、マンションの近所で青いシャツと帽子を身につけた森末真嗣風の中肉中背の男がいたら僕です。青山でお会いしましょう。犯罪予告ですよ、このものは。最低ですね。そういうことやらない代わりにパンあげときます。約束だぞ、はい、はい。ラジオネーム三平、有吉さん、ジャスティン・ビーバーとかいう YouTube 上がりのチャラついた金髪小僧がエームス戦に出演をし、AKB48 現場監督である高橋みなみさんに色目を使い、本番中に投げキスをしたり、セクシーだねと囁いたりした挙句、収録後のバックステージで肩を抱いてキスまでしてやがりました。おい、クソチン・ビーバー、顔もスタイルもトークも満点のパーフェクトレディに手出すた、いい度胸してんじゃねえか。お前が気に入った高橋さんはな、圧倒的な美貌とダイナマイトボディで男性ファンの股間をわしづかみにするセックスシンボルであり、上沼恵美子顔負けの関西弁で
で日本中を笑わせてる希代のスーパーアイドルなんだよ。年収50億クラスのチンピラカナダ人ごときが落とせる玉じゃねえぞ、うん、この世界クラスの物線が言ってんの最後最後間違ってるぞ、ね、褒めてたんだろうね、立てて立てて、うん、すいません今日はこれぐらいにしておきます。はい、はい、一旦でスネイナイツドリーマーライブオンエア。さあということでもうね1時間経過、今日はもうちょっと M1 ね気になってタイムマシン3号の話なんてありましたけど、残念ながら、ね、残念ながらという4位です、ね、4位ですねという結果でございます、ね、惜しかった、うん、はい、じゃあちょっとついついねこっちも漫才漫才の1時間全然漫才成立しなかったと思いますよね、はい、ラジオネームフーリガンパパ、はい、FM 長野、トレーンのハゲたパリピマジウケんだけど、タイマとレベチで逆にウケるってことで、アリシャンデブと山本の CP への電話鬼鬼子よろ、分かれわ分かれわ、おじさんじゃん、だってこういう人 JK 相手にやってますから、分かる、それで分かるし、どういうこと言うそれ、分かるし、いやそれ言い方分かれわそれがラジオネームドルバーク、はい、福島 FM、アリエスさん、まだお楽しみは残ってますよ、うん、タイムマシン3号は優勝できなかったら席を堤防して、その系を蝶にポンと置く約束をしてくれましたね。アリエスさん、ワクワクしてきますね。そんな約束が、堤防してその剃った系を俺がお尻からグッと突っ込んで蝶にポン蝶にポンと置いてくるっていう約束をしてます。すごい約束ですね。楽しみです、ね、ポンと置けるんですね。ポンと置けるんですか。なるほど、ガバガバですね。じゃあ席のラジオネーム親知らず治療中、はい、FM 群馬、はい、JK バンクにお金を預けたいのですがどうすればいいですか。渋谷109で札束ちらつかせてパンツをもらい、そのパンツと引き換えに通帳作れると本当ですか。情報が少なすぎて分かりません。ないよそんなものは。情報がないと思ってるんですか。えラジオネーム、どう、待て待て、総裁みたいな JK バンクのFM 群馬、はい、有吉さん、はい、僕も JK バンクに口座を開設したいのですが、どこに窓口はあるのでしょうか。僕の全財産1020円を定期貯金にして1年待ちたいと思うのですが、これで1年後は利子でウハウハだ。これ普通にお金儲けしようとしますよね。そういうことですよね。これはまあ秘密の入り口があります。そうなんですか、 JK バンクには、はい、JK バンクちょっとね興味津々ですね。違いに行く人が来てるは渋谷のハチ公です。ハチ公、ああそうなんですね、何があんだろう。8個をドラゴンクエストみたいにね、押してみてください。ゴー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 、押してみて押してみて、みんなどうなるか分からない。これでも中入ったら大変だぞ、トルネコの棒大冒険みたいな。そうなんだ、完全ノルペンゲームだったら JK マンこの時間でお別れでございます。はい、また来週も、寒いですからね、風邪ひかないね。なんでさあ、お相手は龍城行きと山崎モータースと井上太郎でした。聞ける方引き続きさあ2015年12月6日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントは山崎モータースと猪瀬太郎です。東京半蔵門の JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。はい、はい、うん、山崎さん貧乏臭いね、トレンディエンジェルですトレンディだね、早速取り入れてトレンディエンジェルが、はい、見事、優勝ですか。ラジオの区長偏差、福井岡山、うん、A1 グランプリトレンディエンジェル下克上優勝で無事終わりましたが、下克上優勝っていうのかな、まあまあ敗者復活から来たということで、今年の M1 で一番印象に残ったのはやはり LDH の社長夫人上戸彩ちゃんですね。人妻となっても笑顔には少女の雰囲気が残ってて、やっぱりめちゃめちゃ可愛いですね。漫才の途中で抜かれる笑顔のあやちゃんをおかずに今夜は抜こうと思います。見てたよ、漫才見てない人見るわけですね。そういう人もいま す, そ, ういう人います。それだからやっぱあの人が司会なわけですから、そういう視聴者も取り込みたい。確かにいいことだよね。ラジオネーム白キャベツ、FM 北海道、うん、タイムマシン3号結果は残念でしたが、ヤフーの視聴者投票では堂々の1位です。有吉さんもしかしたら決勝、有吉さんもしかしたら決勝進出者でこれから一番売れるのはタイムマシン3号かもしれません。おそんなわけねえだろ。いやそんなに素人考えない。いやでもすごいですね、ヤフーでそんなのもやってるんですね。うん、なるほどね、すぐネット投票、ネット投票何のために有吉さん選んだってやってるんですけど、ね、ね、今日はみんな、はい、みんなが選んだチャンピオンだろうよ。はい、本当そうですよ。みんなが選んだチャンピオンなのにひょっとしたらとか、うるせえな。まずトレンディエンジェルおめでとうでいいだろうバカが。そうですけどね。これが日本人の悪いところだよ。これで悪いとこ。いいじゃないチャンピオンだろ。チャンピオンおめでとうってなんでこう、うん、わーってみんなで USA USA がないんだまず。確かにね。勝者を称えることがないと。まず勝者を称えてください。おめでとう、そうでした。すぐあれがこうだないのとか、審査システムがこうなんじゃない。視聴者投票ではこうだけど。うるせえんだ、うん。まずはトレンディエンジェルさん、うん、おめでとうございます。うん、はい、これはもう確実に、はい、ヤクミツルさんも喜んでますよ。ヤクミツル出してくるそこで。なんでよ。そういうことか。仲間だから。
逆に、まあ、うん、それちょっと何出てくるのか分かんない。そうそうそう、関係ないんで。それまですごいいいこと言ってたよ。ね、勝者を称えようって。すごく勝者をまず称えよう。素晴らしい発言ですよ、今の。ヤクミツルさん関係ないですよ。ヤクミツルさんだって喜ぶ。ヤクミツルさんだってそうじゃない。だって流行語大賞だ、トリプルスリーだって選んだら、なんで？いや私あっちだと思うけどって言われてしょぼんとしてたんだから、うん、そうですよ、うん、でもそれとこれとはまたちょっと違うよ話なような気が。エンディエンジェルにちょっとかかってるんですか。何がいや何がってことはないですけど、そういうさっき言ってたからね、いや矢口さんなんかそういう暗い雰囲気だったら嬉しいんだね、今だから矢口さんは素直に、うん、素直に称えてると思うよってこと、審査員選んだ人をね、審査員選んだだから今日はこれを称えましょうよって、ね、なるほど、バンザーイハゲーバンザーイ遠くから聞こえたよ、ハゲーバンザーイおめでとうおめでとうって言ってまたトレンディエンジェル、はい、おめでとうございます。タイムマシンさんは4位、4位、だからこの番組的、うん、この番組のアシスタント的に言うと、はい、残念ながらまだアルコアンドピースの方が上かな、決勝まで行ってるからね、はいはい、ザ・漫才の方で ね、 そういうことですね、最後の3組残ったってことですね、残ってます、うんうん、あのオールナイトニッポンでアルコ&ピースの担当してる福田が大きくうなずいてまして、そうですそうです、そんな愛あるの、クソスパイみたいな、クソスパイですよ本当に、どんな人間だかわからない、そう応援してんだよ本当に、俺江戸時代だったらもうあれだよ、もうスパーだよ打ち首、当たり前だよ、毛下げで、何回も毛下げで首からお前腰のところにかけてスパーですよ、説得なんかささないですよ、残首、うん、です残首、うん、そんな人選ばさないですすごいスポットの、うん、そうです、もうごめん、切り捨てごめん、切り捨てごめん、なんか文句あっかと最低だね江戸時代って江戸時代最低すぎませんか、いやそう、今はこうやってスパイでも能々とやってられるから、ね、本当ですね、うん、今もうあそこで何見てるか分かんないですからね、本当あれもうアルコ&ピースのこっち向かないですから、アルコ&ピースの台本書いてるんだよ番組のなんかメールをなんか見てるんですよ、メール見てるのか、どうせあれだろう、はい、今日の M1 振り返って、まあ、今全部の漫才見てんだろうね、そんな笑ってるもんね今ね、やばいよ、だってこのラジオで笑うことないんだよ、漫才みたいなトレンディエンジェルの決勝の漫才見て今笑ってんのよ、クス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 、あーやっぱあれですね、やけるなと思った、そういうことなんですね、体揺らして、山野お前鼻どうしたの、いやあれ鼻さっきあの8時台の時に喋りましたけど、どうしたメンチョ、メンチョとかニキビができて、はい、それ喋っててそのさっきワンダーマングランプリとか、それ正中線の真ん中にできるニキビとか危ないから気をつけた方がいいぜ、あんま汚くしないようにしないとね、そうそう、よく言いますね、真ん中のラインのところニキビとかそういうのあんまり良くないんだぜ、うん、あそうそう、あ大事に大事に至ることびっくりした顔してますけど、さっきからずっと僕その話してるそれであのコピーロボットじゃないんだよみたいな面白いくだりもあったんですあったっけ、その時笑ってましたよあれ僕の話聞いて笑ったんじゃなかったの、あ笑いしましたけど、何それ知らない、見てなかったんだ、8時台前半ぐらいかな、ちょっと俺夢の中で、ね、夢の中にこれじゃないだろ、ずっと左見てたろぼっちの左、山下さんの右、今夜のメールテーマは、はい、皆さんすいませんね、 M1 終わりましたので一段落、はい、年末楽しみにしてること、なるほど、はい、クリスマス大晦日、ね、いろいろございます、ね、皆さんが年末楽しみにしてることを教えてください、はい、どうせ現実にはそういうことは起こらないでしょう、はい、皆さん楽しいこと起こらないでしょう、いやいや6畳一間のね万年床でねラジオを聞いてお茶こぼしてねカビだらけのタオルで拭いてるんでしょうからそんなばっかりじゃないですか、ね、だからちょっと楽しいこと起こらないでしょうけども、はい、妄想でいいです、あるからね、はい、楽しみにしてることを教えてください、はい、はいはい、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、www.jfn.jp/dreamer です、はい、そのホームページに飛んだ時に、うん、ついでにあの人気投票してきてくれても構いません、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします、はい、お願いいたします、誰なんだろう、わかんないんだよなこれが誰が来たんだろう、今ちょっとノリでノリ出てきた、ノリで、うん、ノリでイタコ、女出ましたけど、おあれそれお母さんそれイタコの人のモノマネ、スネイナイトドリーマーライブオンエア、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、今夜のメールテーマは年末楽しみにしていること、はい、ということでございます。はい。あれ山野お前、はい、なんか勝手にお前 LINE スタンプとかやってるらしいな、勝手にというか何 LINE スタンプやってんの、はい LINE スタンプを作って、はい、一応売ってます、あれどうやって登録するの、なんか一応最近クリエイターズスタンプっていうのがあって、そんなに企業じゃなくても自分たちで、あれお金かかるの、登録するの、登録するのお金かかんないです、どうやって審査あるの、審査あります、でも何個か20個ぐらい、うんうん、いや全部40個出すんですけど、うん、何個か落ちました、それでまたスタンプ書き換えて、また出して、自分で作った、はい、自分で、はい、すげえ、自分であれパソコン上で書くってこと、いや普通に絵を紙に書いてそれをなんかスキャンしてもらって、はい、でパソコンに詳しいやつにその申請を出してもらったんですけど、友達にやってもらったの、はい、あれ売れた、いや
全然だもん。全然です。だから手元に入ってくるのは多分数千円とかです。数千円入ってくるのそれ。すごいよ。何個ぐらい、はい、何人ぐらい。多分今200個ぐらいですかね。200個で数千入んの。はい。3割ぐらい入ってくると思うんですけど。やる3割なんか今ね。数千で喜んでる。テンション下がれよ。LINE スタンプ発売して数千しか入んなかったんですよっつったら。それでも嬉しい。目キラキラさせてんじゃん。それでめちゃめちゃいいじゃんと思って。そのパパパパって弾いてね。めちゃめちゃいいじゃんと思って。サンドリでやったらそれ。これ、セラーの連中みんなやるぜ、それ。本当ですよ。まあ、結構簡単に。ずっと家でお布団ゴロゴロしてるから。ちょっとメモして。メモして。みんな相当言われてんぞ。なあ、立ち上がれよ。本当、みんな、リスナーのみんな。家の中いるからそう言われるの。立ち上がらない。お布団の魔力がすごい。お布団に魔法かけられてる。外出ないんだ。外出ない。ゴロゴロする魔法をお布団に俺がかけてるから。やばいって。かわされるよ、本当に。白い魔術師とは私のことだ。怖い。いや、本当、でもすごいね。そんな感じで結構営業活動、その自分の LINE の友達とかに。もうやめろ、そんな話。はい。宣伝。今、単純に興味として聞いただけだ、リスナーのために。いや、でも大変なんですよっていうことをね、ちょっと言おうとしてね。はい。難しいんだよな。こんな気難しかったんじゃないですか。5秒で変わるからね。難しいんだよな。もうさらさらに行ってきまだに。そうですよ。風と一緒ですよ。大丈夫。稲葉の白内、FJさん。僕はスターウォーズのチケットが当選して初日に見に行けます。おお。ただペアチケットで誘う相手もいないので、混み合う中で2席使ってやろうと思います。やめなさい。小錦じゃないんだから。正月の忙しい時期に席2つじゃないんだよ。それやっぱないですからね。ちゃんちゃん。ラジオネーム黒羊。はい。FM 群馬。僕はオタクなので冬のコミックマーケット楽しみです。以前お知らせいたしました。ダーリンハニー吉川と優しい雨松崎の BL 同人誌、絶賛執筆中です。サンドリを聞き、M1 を見ながら原稿を書いていました。偉いね。やってくれてるの本当に。吉川と松崎の。吉川と松崎の BL 作ってくれる。あれ松崎が結構好きなんですか。松崎が好きだよ。松崎はこれ買いに行かなきゃいけない。冬のコミケで。なるほど。はい、ラジオのハッサン、FM サガ。僕の年末楽しみにしていることは、大晦日にお家で格闘技を見ることです。久々の格闘技テレビ中継、マサトさんとキッドさんの再戦、楽しみです。なるほどね。もうね、あけぼのサップだって。らしいですね。やるみたいですね。あけぼのサップ。すごいですね。どんな状況でしょうか。はい。まあね、うん、いいよ。どっちが勝っても。楽しくやっていただければね。はい。そんなもんかな、やっぱみんなあんまりないみたいですよ、うん、楽しいこと楽しみが、ね、そうですか、お布団のシーツぐらい変えろよ、いややめてくださいよ、そういうこと正月な、はい、新しいシーツの方がいいだろうからよ、うん、な大晦日の年越しそばをよまた布団の上で食った後な おつゆ散らした後シーツ変えたらどうだお前らどこまでしたみたいな感じで、どこまでしたがババって言うというような感じでね、ガンガン来ますからね、で喜ばれてるんですから続いて有吉のそれわかる、はい、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。最近わかるわからないのレベルじゃなくなってきてますよ皆さん。皆さんあなたたち本当に興奮してますかっていうこと、そう、ま、これで何か反応してるんですか、はい、あなたたちの体は性的にね、それならいいんですよ、うんうん、してるんだって言うならいいですけどね、はい、ラジオのコンジローム小林名前は病気やねちゃんとね、吉高由里子さんと温かいコーヒーを飲んでいると、はい、吉高さんが、ねえねえこの熱いコーヒーにさ気筒つけたらどうなるかなと聞いてくるので、いやそれやけどしちゃいますよ、やめてくださいよと言いながら想像だけでフル勃起をしている俺、すると吉高さんは、ああそうか、じゃあやめとくねと言われ帰る吉高さん、その後ろ姿を見てしょんぼりしたい、わかる、いやわかんの、わかる、これなんか、はい、あれ小説の最後みたいな、ラストの蹴りたい背中のラストみたいじゃない、そんなんやったっけ、うん、そんなんやったっけ、蹴りたい蹴りたい背中のラストみたいな、こんなんだよ、そうですか、書いてみたらじゃあこの子、あのコンジュラム、コンジュラム小林っていうペンネームはやめとけ、それはちょっとやめて小林なんとかでね、ラジオネーム金の陣、はい、吹石和恵のブラトップの CM で愚足に鞭を打っていたところ、後ろから近づいてきた吹石和恵様に気づかず、さっきまで着用していた生温かいブラトップを首に巻きつけられ、必殺仕事人の BGM とともに泡を吹きたい、わかるこれなかなか、おまとなんだお前ら、できるじゃねえか、めちゃめちゃできるじゃないか、ちゃんとしたのお前ら、ラジオの目のの妹子、教室の掃除当番がゴミ捨てを誰がするとか揉めていたので、うん、いいよやるよって言った俺、うん、しかしクラスのみんなは、どうせお前このゴミ漁って女の髪の毛食い荒らすんだろこの変態と言われたのでこいやと言われたので、お前らの推理力にはお手上げだぞと言って
ペロッと舌を出したい。最高、わかる。え、すげえわかるわ。ペロッと舌を出したいって。めちゃめちゃわかるわ。わかる。めちゃめちゃわかる。俺同級生の女の子ゴミ箱にガンプッと捨てたら俺ずーっとソワソワしてたもん。みんな開かねえかな。これあげとこ。どうしだ。どうしだろこれ。わからない。ラジオネームマットさんでした。はい、東京ガズ、ごめんなさい。はい、まだちょっと歯抜いたまで。歯をね抜いてね、なくしたのよ。入れば、入ればなくしたの、本格的に。だからもう今。いや急にやろ。結構流暢に座ってたよね。はい、ラジオネームマットさんです。はい、東京ガールズコレクションに押し切り萌えが出演したのだが、いまいちパッとしない、うん、それもそうだ、彼女は長年海老原由里の引き立て役に甘んじてきたので、彼女一人だけでは何の価値もない、うん、それを悟った押し切り萌えは舞台裏で号泣。そんな彼女を見かねた俺は海老原由里そっくりの格好をして、うん、萌え、せっかくのメイクが涙で台無しじゃない、あなたには笑顔がぴったりよと励まし、二、うん、人で颯爽とランウェイをウォーキングしてポーズを決め、女の子たちから羨望の眼差しで見られたい。すげえ無理あんだな。ミッツさんとかマツコさんが年末やってる女装紅白じゃねえんだから。らしいですね。やってるらしいですね。なんだこれ。海老原由里そうに なって歩きたいことでしょ。ダメそれ、はい。ラジオネーム耐水ペーパー、うん。俺が北川景子さんに思いっきりチンコをヒールで踏まれながら実家から送られてきた米を炊きたてで書き込みたい。というもう一回やるね。はい、ね。理解があんまりできなくてちゃんと読めなかった。すみません。はい、俺が、うん、北川景子さんに思いっきりチンコをヒールで踏まれながら実家から送られてきた米を炊きたてで駆け込みたいという童貞丸出しのネタを投稿しようとしたところを矢沢永吉に見られてしまい、顔を真っ赤にしていたところ、矢沢も童貞だった時代があったんだぜという優しい言葉とともにプレミアモルツを手渡される。俺は矢沢永吉の優しさに涙しながら一緒にプレミアモルツを飲み、そしてその後そっとメールフォームを閉じたい。ということやめたのか。やめたんだな。ラジオネームブラザーフットオブスティール、はいはい、俺は平愛理ちゃんと食材しりとりで勝負する、うん、高菜、梨、七味、味噌、順調に進んだところで愛理ちゃんはソースという、うん、俺は少しだけにやりとしてすだちと続ける、すると愛理ちゃんはチンゲン菜、あ、チンゲって言っちゃった、今のなしと慌てふためく。俺は心の中で、うん、よし、今回もどさくさに紛れてエッチな単語を言わせることに成功したぞと密かな喜びに浸る。次回は昔の遊びしりとりでぜひとも万華鏡と愛理ちゃんに言わせたい。なんだよこれ。わかるね。わかるの、わかるわ、これはわかる、わかる、これはわかる。可愛いとこはちょっとありますよね。これはわかるか。昔の遊びしりとり。ラジオネームケツダシエッフェルト、ここはカジノ、俺は相手の集中を邪魔するため全裸でポーカーに挑む。プレイヤーは俺、黒木瞳、宮沢りえ、俺は手札がバレないようにポーカーフェイスを貫いたが、しかし何度勝負しても負け負け負け。俺はたまらず、ふざけるな、どうして俺ばかり負けるんだ、一回も勝てないじゃないか。大損をこいて気が動転し暴れ回る。するとビーチフラッグのように飛んできた二人のヒゲを生やした警備員に俺は取り押さえられ、ずるずると引きずられていく中、ヒゲ警備員の一人がこう言った。坊主、何のための全裸かわからんが、いいカードを引くたびに勃起して我慢汁まで出して、それじゃあ手札がバレバレだ、まったく。その声は谷村新司さん。それじゃあもう一人は。坊主、いいカード引いても糸引いてるようじゃダメだな。でもカジノ来てくれてサキュと堀内孝雄、堀内さんね。俺を慰めるようにアリスの名曲歌ってほしい。アリスの二人、アリスの二人が来たんですね。急展開するんだよね。あげときます。いいカード来て勃起するってすごいですね。書けばいいんだけどね。どうでしょうね。はい、以上です。スネイナイツドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマ、年末楽しみにしてること。はい、まあ多分全部妄想だと思いますけど、ね、皆さん、ね、お布団にずっとゴロゴロ転がるっていう魔法をかけられておりますから。
魔法かけられてる、ね、魔法でって皆さん仏がないとかそういうことではない、うん、しょうがないんだ、しょうがない、魔法です、強力な魔法かしょうがないね、いつか解ける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 、10年後に解ける、長いな、長いな、ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン、私の年末の楽しみは、うん、地元の鮮魚市場に大きなカニを食べに行くことです、うん、カニ食べたいって最高ですね、いい、いい目標ですね、本当ですね、これぐらいが一番なんかリアルで、まあ、まあ、年末年始、うん、カニっつってもサワガニだろうけどな、こらちっちゃいよサワガニってなもうちょっとでかいの食いますよ、大丈夫です、佐藤少将、うん、FM 長野、一人暮らし初めての冬なので、うん、みかんを20キロ注文しました、出る気ねえじゃねえか、出ろ出ろこたつの中でみかん20キロ、最低20キロって何人暮らしだよ一人暮らしでもみかんなんか頼まへんもんね、今時いないよ、あの手の先黄色くしてるやつね、ラジオネームちょっと面白いな、あげたかったけど住所ないからまたチャレンジしてください、もったいないね、はいはい、ラジオネームチキンカツ定食、うん、FM 香川、はい、こんばんは、年末楽しみにしていることは、うん、僕の唯一の喋り相手、遊び仲間である弟と会うことです弟はパチンコ屋で働いていて、僕は無職のぐうたら人間ニート、弟に嫌なほどおごってもらうつもりです、あ、俺はもう、俺も弟ばっかりだから弟ね、弟弟ね、これはテレビ出演してました、してました、ね、はい、ラジオネームアマの FM 岡山、アリウスさん、ゲスナーがラインスタンプを買うというのは間違いです、うん、なぜなら買っても送る相手なんていないから孤独、そもそもその前にスマホなんて持てるわけがないですピンポン、あー年末の炊き出しが楽しみだな、大規模オフ会だオフ会じゃねえからねやめろよお前、オフ会のつもりで行くの、まあ、ゲスナーラインスタンプ買うなんて思ってないな、ゲスナーラインスタンプ売ったらっつってんだよ、うん、なるほどね、提案ですよね、どうせ家いるんだからっつって、はい、あ、そういうことね、炊き出しの、炊き出し待ってる間お前絵描いてやれって言ってんだよラインスタンプ、うんうん、自分でできるんですから、大丈夫な、ニスタだった、はい、宮崎いいんだよね、これやってて、はい、山野さん、はい、LINE スタンプの登録の仕方を教えてください、お山野さん、山野さんはたった数千円とおっしゃってましたが、はい、1000円あれば鶏卵、うん、10個入り4パック購入することができます寒い冬を乗り越えなければならないので、はい、早めに登録方法を教えていただけると助かりますこの番組は鶏卵って言わないですか、ね、卵栄養あるってもっと、まあ、いろいろあるでしょ、昔の考え方でしょ、卵ゆるキャラ作ろうかなと思ったら、ケイちゃんとランちゃんケイちゃんとランちゃん今時ゆるキャラグランプリに参戦しようかいいですね、いいですね、あ、この間優勝も決まりましたしね、来年なんか徳川家康のやつだろ、はい、何だっけ、なんか家康ちゃんどんどんダサくなっていくよ、これ最初ね、彦根庵とかね、彦根庵、僕の地元ですよ、彦根ですから、あれ彦根の彦根庵、彦根の彦根庵ですよ、うん、もっと山崎さんがキャラになることね、俺が、うん、彦根のキャラに、彦根のゆるキャラになること、どう、俺いける、なんかやらしそうだな、俺できるかな、ゆるキャラ、濡れとる、濡れとる坊や、濡れとる坊や、濡れとるおじさん、濡れとるおじさんって絶対、いや、何の自分もじゃない、絶対人気でええんやろ、彦根城に来たあんたら濡れとるこうしてるところ、いいとこですからね、ではですね、タイムマシン3号の健闘をたたえて、はい、この曲です、はい、サディスティックミカバンドでタイムマシンにお願い、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.com/dreamer/slay-night-dreamer。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と山崎モーターソ、吉下太郎がお送りしているサンデーナイトドリーマー、メール来てます、はい、ラジオネームユーラマーラ、うん、有吉さん、鶏卵のゆるキャラですが、調べたらこんなのがありました、鶏卵生産量全道一、北海道一の千歳をアピールしようと、うん、卵をモチーフにしたゆるキャラ、うん、タマランとタマリン一歩姿です、いや、タマランとタマリンよりはケイちゃんとランちゃんの方がいいでしょ、かわいいね、タマランとタマリンはちょっと下の匂いがしますよ ね、 ねえ、ねえこれタマランっていうね、オットセイからよだれがピュッっていう感じがしますよね、それはダメですよ、ケイちゃんとランちゃんケイちゃんとランちゃんの方がいいですね、かわいらしい句はありますけどね、なんだ巨人、えなんだなんか、はいはいはいみたいな、なんかオットセイとか言ってなかったのになんか言ってくるから、オットセイの口からよだれがピュッっていいじゃないか、別に何なんだ、いやいいけど、それ別にどうのね中に卵でそれオットセイ出てきてなかったの、いやいいよ、もうこれ卵食べてみな、美味しいから、なんちょうどお腹空いてたけど、いいの食べてみな、なんか悪いね、ゆで卵だから、ゆで卵、あ、ありがとうございます、バッブワコーナー行きましょう、飽きてるってやらせないでください、なんでやらせんの、飽きたところに、はい、飽きてもやらせるところにまた次の道が開けるので、なるほど、今は辛いけど、飽きたからやめるんだったらもうやらない方がいいよ、ブラックパイナーを、ブラックパイナーを、飽きたっていう時点でやめるんだったらもうやめないと、今日ブラックパイナーを、そうよ、ブラックパイナー SOS なんてみんな飽きてんだから
あ、なるほどね。あ、そっかそっか。それでもやるんだろ。そうです。っていうことは一緒じゃないか、言ってることは。お前そうだ。おかしいだろ、言ってることが。そうだ。飽きたからやめんのか。飽きたからやめない。巨人なんかやれよ、じゃあ。はい。やれよ、やれよ、バカ、お前。はい。やらさないんじゃん。はい。生意気。飽きてるでしょ、じゃないだろ、お前。すいません。はぁ、機嫌悪くなっちゃった。結構難しいんだよ。いや、だから風変わるからね。ほんと変わるよ。海沿いの街だよ、ほんとに。山崎さんとか。コロッコ変わるよ。お前、もう食べろ、反省して、これ。何をこれ、なんだこれ。卵。卵、さっき一個食べたのに、もう一個いいの、うん、俺だけ悪くない。いいな。うん、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 うん。あ、おいしい。な、爆弾ならないか。うん、なんだよ。そうだよ。そうだよ。なるだろ。そうだよ。なるだろ。そうだ、爆発しなかったんだよ。そうだよ、なるんだもん。美味しかったね、じゃあ。飽きちゃダメだ。飽きちゃダメ。はい、飽きたら終わり。わかりました。勉強になります。ジオネーム三平。はい、サム・スミスね。あ、サム・スミス。サム・スミス。ラジオネーム三平。パンティが欲しくてたまらないワコードたちへ。確かにパンティはいいよな。ロマンがある。ズボンやスカートに覆い隠されてる神秘的な布だもんな。手に入れた気持ちよくわかるよ。しかもフロント部分が透けてるやつや、ケツの割れ目に紐が食い込んでるやつもあるもんな。そりゃ欲しいよ。かくいう俺もパンティには相当金を使ったもんさ。前世紀には給料の9割がパンティに消えたよ。好きな女のパンティを50万円で買い取ったこともあるし、好きじゃない女のパンティを20万で買い取ったこともある。なんでペニオクで痛手を負った女性タレントのブログにパンティーオークションやりませんかとコメントして削除されたこともある。若かったよ。だがしかし俺は一度もパンティーを盗んだことがない。今パンティーを盗もうとしているワコードたち、もう一度考え直せ。ただで手に入れたパンティーに価値はないぞ。汗をかき恥をかき死ぬ思いで入手したパンティーで思いっきりマスをかけ、その飛び散ったザーメンはきっと虹のように美しいだろうよ。いいこと言ってんのかな。陰も踏んでるんですよ、はい、恥をかき汗をかきマスをかけと、うん、あげよう。いや泣いてるやついんじゃない？今ちょっといや手が止まったやつ今。手が止まったやつ。どこでも FM でイヤホンで聞きながらパンティに手伸ばしてたやつがおおと思わず。ダメだ。偉いよ。いい話だ。いい話。根本がずれてる気もするんだけどな。ラジオネーム不要義務。真っ昼間の TBS。五郎丸選手のトークショーに高ない？と同意を求める和田アキ子。同調する共演者、上の空の峰竜太。五郎丸選手のトークショー、うん、有名ホテルの食事付きで16,000円。和田アキ子、うん、ビルボードライブ大阪、うん、25,000円。子供たちの笑顔、プライスレス。お金で買えない価値がある。買えるものはマスターカード。何のコマだよ。いやー、面白いですね。うん、高ない。いやー、サムソニーもなかなか終わるタイミングないですよね。レベル高いですね。そうですね。面白いですね。はい、続いてダヨナー。来た。発音はダウナーと同じ。はい。最後にダヨナーで締めれば何でも OK です。はい。一枚に何回ダヨナーが入っても大丈夫ですからね。なるほど。遠慮せず使ってください。なるほど。ムクス OK。はい。何個ダヨナーを。何のお得感もない。何回使ってもいいんだ。いいの言ってよ早く。縛られてたよこれまで。三十年騙しやすいし。コミュニケーション能力がないから音声認識の機能を使う時でさえ敬語で話しちゃうんだよな。携帯に向かって緊張してね。驚しながら。なんだっけ、はい、おーあれ何すか、サム・スミスで調べてもらっていいですかって調べるね。そうですよね、携帯に向かってね、スター・ウォーズの公開日いつでしたかね。敬語やめてくださいって言われて。ラジオネーム、しゃくれ白靴下、カマキリ食ってから腹の調子悪いんだよな。食うだって発揮したんだよ。久々に外出て、はい、そう、久々に外出てカマキリ見つけちゃったもんだから。
マッドマックスの冒頭とかね、最初、はい、靴でバーンとトカゲ踏んで、はい、靴の裏についたトカゲバタバタとから始まったりしますけどね。それとはまた違うでしょ。山崎さんも食ってたね、そのね。食ってないんだっけ。食ってないよ。この日坊ちゃんが漫画描いたのよ、あの貧乏神みたいな進むくんって、ネズミだ、ごめんネズミだ、そうネズミ食ってるみたいな感じで、俺食ってた、口の周りが血だらけになってるってそれネットに発表してさ、うん、今の俺の嫁はん彼女の時それプリントアウトしてさ、うん、これ本当なのって違うよ、本当じゃん、違うよ、嘘に決まっとるやないか、食べてたじゃん、酔っ払って、酔っ払って食べてないよ、そんなものは。山崎さんが覚えてないだけかもしれないですね。マリオスさん見たっつって名倉さんのダウンジャケットが焼けたヒーターでネズミ焼いて食ってたじゃん。もうそれ酔っ払ってなくてしっかり、あ、意識あるやん、それだったら食ってないから、そんなものは。ちゃんと炙ってたもんね。でも確かにアイスの棒、ネズミのお尻からアイスの棒を入れてあの魚、イワナみたいにヒーターで炙って食べてたじゃん。どんなにワイルドやねん、それ。刑務所ってあの簡易シャワーに流して、やるかよ、やめてって言ったんすか。ただね、俺酔っ払ったふりしてね、ふりしてね、恥ずかしいから後輩の前で。天袋にネズミの糞がいっぱいあってね、それを坊ちゃんがたあの掃除してくれ掃除で天井に糞がいっぱいあってさ、はい、食べてる、いや食べてる、糞はあれどもネズミの姿はなし、うわ怖いっていうことなの。違うよ、引っ込んだよ、ネズミは。山崎さん、これほらネズミ食べてみな。いやいや、ちょっと、おちょっと、ボン、うわ虐待したんだよ。おじいちゃんの虐待になるじゃん。ネズミ食わして爆破されたら、ね、でわーさ、おじいちゃんに虐待ダメって言ったでしょ、食べたわけないやろ、おじいちゃん食べませんよ、これ食べ物じゃないの、分かってるよ、で口に入れてあさえラジオネーム、はい、M1 チャンピオンが決まったっていう日に、そうです、何やってんだよ、本当に、ね、トレンディエンジェルがね、頑張って、すいません、しっかりしなさい一旦ブレイクします。スネイナイツドリーマーライブOn air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com. je/dreamer. Slay Night Dreamer. 今日なんかやっぱりさ、はい、お笑いのああいう風な大会あると、はい、みんななんかやっぱり言いたがるじゃん、ツイッターとかで。そうですね。自分それはおじさんの巣だからね。あ、そっか、そっか。おじさんの巣だから、そう言いたがるじゃん、自分の評価をね。あれさ、もう。あれもよくない、あれ言ってるやつ、何ですか、トップバッターに、うん、まあ基準点だからなっつって、はいはい、まあね、何なのあれ、もういいだろ、だってもうみんな知ってる、知ってるからね、もうそれ言わなくていい、うん、まあトップバッターきついよな、これが基準点になるんだからな、ね、言ってるやつもういいだろう、それわざわざ言わなくて実況、みんなそれもう知ってるから、そう分かった、何回言ってんの、何回言ってんのそれ、もう言うことないんだよ、これ言うしかない、言いたいから覚えて、覚えてね、そうなんですよね、分かってる顔で、はい、分かってる顔って言うね、お前よりは分かってる、そうなんですよね、俺も今やべえと思ったんですよ、今分かってる顔って言った時ギロって乱れて、あ、やばい、風変わったなと、間に合わなかったんですよね、変わるね、傾きがね、傾きがどんな線どれ高くなった、古いんだよね、なんだそれ、ほら怖いですよこれ、風緑ですよ、ラジオネーム世田谷の太田、はい、オンリーワンでいいって言うけど、はい、花屋の店先に並んだ花も間引きとかスポット日本で人気のハッシュタグなどを発表しました。その中でお笑い芸人の渡辺直美さんが日本で人気の著名人がシェアした投稿の中で最もいいねが多かった写真、日本で2015年に最もフォロワーが増えた著名人のアカウントで1位に輝きました。ねえ、面白いね、いつも写真がね、これ面白いんですよ。インスタグラム、もうインスタグラムだね、もうみんなね、あ、そうなんですか、そっちの方がいいね、おー、坊ちゃんもそうですか、もうツイッター、ツイッターだってもうなんかツイッターじゃないんじゃない、もうインスタだよ、インスタ、いやでもなんかあれ聞きました、500いったんですね、いやそれはいいんですよ、それは、もうでもツイッターあれいいの、ツイッターなんてもう、俺がね、俺が鳥越俊太郎だったらね、俺が筑紫哲也だね、俺が筑紫哲也だったらこのセリフを言うね、なんて言うんですか、インスタはもう終わりました、インスタはもう死んだよくインスタじゃないツイッターはもう死にました、筑紫哲也が言うんですか、俺が筑紫哲也だった、ツイッターも死にますいっぱい間違えちゃったから全然ピンとこないですけど、これうわ今日の伝わってこないな、俺にも漫才グランプリに1位決めてたのにね、これは大きな痛手になる、漫才だったのかな、そうなんだ、なるほど、すごいですね、ということね、これ写真ね、かわいいね、かわいい写真、はい、女優さんとかがモデルさんとかがいっぱいやってるんだよね、やってます、インスタね、やってますけどね、一方ツイッターといえばもう汚いおじさんばっかりやってますから、ね、今やってるのは、今やってツイッター今やってる汚いおじさん
大丈夫。そうなんですか。正直。はあ、うん。インスタやっぱり汚いおじさんが少ないからいいんだよ。だから女優さんとかモデルさんも入りやすいんだよ。うんうん、あ、他の人がね。うん。で多分インスタ写真が多いから汚いおじさん。僕はオタクなので冬のコミックマーケット楽しみです。以前お知らせいたしました。ダーリンハニー吉川と優しい雨松崎の BL 同人誌、うん、絶賛執筆中です。サンドリを聞き M1 を見ながら原稿を書いていました。偉いね。やってくれてるの本当に。吉川と松崎の吉川と松崎の BL 作ってくれる。あれ松崎が結構好きなんですか。松崎が好きだ。松崎はこれ買いに行かなきゃいけない。冬のコミケで。なるほど、はい、ラジオのハッサン、はい、FM 佐賀、うん、僕の年末楽しみにしていることは大晦日にお家で格闘技を見ることです、うん、久々の格闘技テレビ中継マサトさんとキッドさんの再戦楽しみです、うん、なるほどね、うん、すごいね。あけぼのサップだってらしいですね。やるみたいですね。あけぼのサップすごいですね。どんな状態でしょうか。はい、まあね、うん、いいよどっちが勝っても。楽しくやっていただければね。はい、そんなもんかな。やっぱみんなあんまりないみたいですよ、うん、楽しいこと楽しみが、ね、そうですか。お布団のシーツぐらい変えろよ。いややめてくださいよそういうこと。正月な、はい、新しいシーツの方がいいだろうからよ。な大晦日の年越しそばをよまた布団の上で食った後な おつゆ散らした後シーツ変えたらどうだお前ら。どんな話したみたいな感じで、どこまでしたらババって言うというような感じでね、ガンガン来ますからね。で喜ばれてるんですから。リスナーの続いて有吉のそれわかる。はい、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。最近わかるわからないのレベルじゃなくなってきてますよ皆さん。なるほど。皆さんあなたたち本当に興奮してますかっていうこと、はい、そうです。これで何か反応してるんですか、はい、ここは1位安心してください入ってますよ、うんうんうん、2位それな、それな、3位ラッスンゴリラ、はいはい、4位あったかいんだから、うん、5位 YDK やればできる子、うん、ドラゲない、うん、あーね、ダンソン、うん、やっべーぞ、終わった、うん、やべーぞ。結構ここが一番なんかまあリアルっぽいよね。よく聞くっちゃ聞くよね意外と。そうですね、そうですね、うん、まあ、芸人の言葉がやっぱ多いですね。だからやっぱこの辺の人たちが一番なんかまともな、はい、女子中学生、はい、女子高校生が一番まともなんじゃない流行語に対する感覚。世間の流れはね、ね、うん、やっぱりこの人たちよく分かってんだよ。なるほどね。ハゲてずらかぶっておじさんとはちょっと面白い。またいいよそこは。名前の言わなかった。いいじゃないですか。名前言うと怒るじゃないですか。そうそう、名前だけかどっちかでいいんだよ。どっちかでなんかヒゲヅラ、うん、ヒゲヅラはいっぱいいるからね。まあまあまあ分かんない。他にもいらっしゃるかもしれない。ということで流行の大使はそんな感じでございますね。はい、はい、もう一個ぐらい行く。どうする、行きます、行こうか。はい、はい、じゃあ続いてはこのニュースです。渡辺直美国内のインスタで2冠、インスタグラムが今年を振り返り日本で人気のスポット、日本で人気のハッシュタグなどを発表しました。その中でお笑い芸人の渡辺直美さんが日本で人気の著名人がシェアした投稿の中で最もいいねが多かった写真、日本で2015年に最もフォロワーが増えた著名人のアカウントで1位に輝きました。ねえ、面白いね、いつも写真がね、これ面白いですよ。インスタグラム、もうインスタグラムだね、もうみんなね。あ、そうなんですか。そっちの方がいいね。おー、ぼっちゃんもそうなんですか。もうツイッター、うん、ツイッターだってもうなんかツイッターじゃないんじゃない、もうインスタだよインスタ。いやでもなんかあれ聞きました、500いったんですね。いやそれはいいんですよ、それは。え、はい、来週の次、再来週ううです、ね、今年のサンドリキャラクター祭り行います、うん、はい、今年この番組に登場したいろいろなキャラクターですね、うん、私がまあいろいろとやったものでお気に入りのものがあったりとか、はい、まあアシスタントの中でのお気に入りのキャラクターとかですね、はいはい、を教えてください、うん、投票でね、うん、投票で登場してまいりますので、はい、番組制作の都合で本当に申し訳ないんですがね、うん、素材作りのためにですね、はいはい、何月何日放送の何のコーナーに出現したキャラクターと分かってくださればいいんですけどね、一番、なるほどなるほど、指定してください、何月何日放送の何のコーナーに出た誰ですっていうのが分かっていると助かります、うん、ということでございます、はい、キャラ祭り再来週でございます、はい、まあこれに合わせて流行語なんかもね、うん、まあちょっと入れといてくれてもちょっと、はい、なるほど、添えて流行語も添えてくださると、ね、助かります。いや、なんでなんか2回、ね、二刀流みたいな感じで2回言いましたと、やそれよりだな。そうなんだよな、はいはい、締め切り、はい、今週の土曜日です、はい、ご協力よろしくお願いします。おピスタチオやないかい。目伝わってないからね。一応ちゃんとメモやってましたね。目やってたけどさ、はい、締め切り今週土曜、ご協力よろしくお願いします、はい、はい、お願いしますね、うん、はい、ということでもう M1 でございましたけどね、どうですか敗者復活、これ僕ら今見てない状態、そうなんですよ、ね、完全にもう僕らさすがにプロですから、もうテレビを消そうじゃないかと。ね、テレビを消してやってますから、はい、敗者復活、敗者復活誰だと思います、だから予想しようよ、さんに、ね、もう今結果出てる、敗者復活やってんだろ。ちゃんとね、吉高由里子さんと温かいコーヒーを飲んでいると、はい、吉高さんが、ねえねえ、この熱いコーヒーにさ、気筒つけたらどうなるかなと聞いてくるので、いや、それ、やけどしちゃいますよ、やめてくださいよと言いながら、想像だけでフル勃起をしている俺。すると、吉高さんは、ああ、そうか、じゃあやめとくね。
と言われ帰る吉高さん、その後ろ姿を見てしょんぼりしたい。わかるわ。いや、わかんわかんの。いや、これなんか、はい、あれ小説の最後みたいな、ラストの蹴りたい背中のラストみたいじゃない。そんなんやったっけ、うん、そんなんやったっけ。蹴りたい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 。そうですか。書いてみたらじゃあこの子あの漢字ラム。そうですね、漢字ラム小林っていうペンネームはやめとけ。それはちょっとやめて小林なんとかでね行きましょう。ラジオネーム金の陣。はい、吹石和恵のブラトップの CM で愚足に鞭を打っていたところ、後ろから近づいてきた吹石和恵様に気づかず、さっきまで着用していた生温かいブラトップを首に巻きつけられ、必殺仕事人の BGM とともに泡を吹きたい。わかるわかるかこれ。やかなんだお前ら、できるじゃねえか。めちゃめちゃできるじゃないか、ちゃんとしたのお前ら。ラジオネーム江野の妹子。教室の掃除当番がゴミ捨てを誰がするとか揉めていたので、うん、いいよやるよって言った俺、うん、しかしクラスのみんなは、どうせお前このゴミ漁って女の髪の毛食い荒らすんだろこの変態。と言われたのでと言われたのでお前らの推理力にはもうあれ、何すか、サム・スミスで調べてもらっていいですかって調べるね。そうですよね、携帯に向かってね、うん、スター・ウォーズの公開日いつでしたかね。敬語やめてくださいって言われて。ラジオネーム、ね、しゃくれ白靴下、うん、カマキリ食ってから腹の調子悪いんだよな。食うだって発揮したんだよ久々に外出て、はい、そうね、久々に外出 てカマキリ見つけちゃったもんだから。マッドマックスの冒頭とかね、最初、はい、靴でバーンとトカゲ踏んで、はい、靴の裏についてトカゲ食べちゃうとか始まったりしますけどね。それとはまた違うでしょ。山崎さんも食ってたんだね。そのね、食ってないんだっけ。食ってないよ。この日坊ちゃんが漫画描いたのよ、あの貧乏神で進むくんって、うん、ネズミだ、ごめんネズミだ、そうネズミ食ってるみたいな感じで、俺食ってた、口の周りが血だらけになってるってそれネットに発表してさ、うん、今の俺の嫁は彼女の時それプリントアウトしてさ、うん、これ本当なのって言われた。違うよ本当じゃん。違うよ、嘘に決まっとるやないか。食べてたじゃん、酔っ払って。いつ見たよ、酔っ払って食べてないよ、うん、そんなものは。山崎さんが覚えてないだけかもしれないですね。マリオさん見たっつって名倉さんのダウンジャケットが焼けたヒーターでネズミ焼いて食ってたじゃん。いやもうそれ酔っ払ってなくてしっかり、あ、意識あるやんってことだ。食ってないからそんなものは。ちゃんと炙って食べたんですね。でも確かにアイスの棒、はい、ネズミのお尻からアイスの棒を入れてあの、あ、魚、イワナみたいにヒーターで炙って食べてたじゃん。どんなにワイルドやねそれ。刑務所ってあの簡易シャワーに流して、それで誘う相手もいないので混み合う中で2席使ってやろうと思います。やめなさい、小錦じゃないんだよ。正月の忙しい時期に席2つじゃないんだよ。ちゃんちゃん。ラジオネーム黒羊、はい、FM 群馬。僕はオタクなので冬のコミックマーケット楽しみです。以前お知らせいたしましたダーリンハニー吉川と優しい雨松崎の BL 同人誌絶賛執筆中です。サンドリを聞き M1 を見ながら原稿を書いていました。偉いね、やってくれてるの本当に。吉川と松崎の、吉川と松崎の BL 作ってくれ、あれ、あ、松崎が結構好きなんですか。松崎が好きだから松崎はこれ買いに行かなきゃいけない。なんと冬のコミケで。なるほど、はい、ラジオのハッサン、はい、FM 佐賀、うん、僕の年末楽しみにしていることは大晦日にお家で格闘技を見ることです、うん、久々の格闘技テレビ中継、マサトさんとキッドさんの再戦楽しみです、うん、なるほどね、もうね、あけぼのサップだってらしいですね。やるみたいですね、あけぼのサップ。すごいですね、どんな状態でしょうか。はい、まあね、うん、いいよ、どっちが勝っても楽しくやっていただければね。はい、そんなもんかな、やっぱみんなあんまりないみたいですよ、楽しいこと、楽しみが、ね、うん、そうですか、お布団のシーツぐらい変えろよ。いや、やめてくださいよ、そういうこと。正月な、はい、新しいシーツの方がいいだろうからよ。な、大晦日の年越しそばをよ、また布団の上で食った後な、 おつゆ散らした後シーツ変えたらどうだお前ら。どんな話したみたいな感じで、どこまでしたらババって言うというような感じでね、ガンガン来ますからね。で、喜ばれてるんですから。JC とか、はい、これがまずすごいけどね、女子中学生、うん、女子高校生、ね、はい、それを JC、JK、そうですね、すごいですよ。JA は農協でございます。そうですよ。安心の農協ですからね。はい、JA で言うことを聞いてもね。聞いてみたいですけどね。JA で言うことも聞いてみたいですけどね。JK バンク。なんか悪い気がします。ちょっとそうですね。女子高生に、これすごい捕まるやつだよ。JK 銀行に預けてんだけど、JK バンクに預けてるんだ。何やろうとしてるんだ。やばすぎるじゃん、JK バンクだよ。いいですね、面白い。女子中学生、女子高校生が選ぶ流行語は、1位安心してください入ってますよ、2位それな、
それな3位ラッスンゴリラ、はいはいはい、4位あったかいんだから、うん、5位 YDK やればできる子、うん、ドラゲナイ、うん、アーネ、ダンソン、うん、やっべーぞ、おわた、結構ここが一番なんかまあリアルっぽいよね、よく聞くっちゃ聞くよね、意外と。そうですね、そうですね、まあ、芸人の言葉がやっぱ多いですね、だからやっぱこの辺の人たちが一番なんかまともな、はい、女子中学生、はい、女子高校生が一番まともなんじゃない、流行語に対する感覚世間の流れは ね、うん、やっぱりこの人たちよく分かってんだよ、なるほどね、ハゲてずらかぶっておじさんとはちょっと面白いまたいいよそこは、名前の言わなくなっちゃう、いいじゃないですか名前言うと怒るじゃないですか、そうそう、名前だけかどっちかでいいんだよ、どっちかでなんかヒゲヅラ、うん、ヒゲヅラはいっぱいいるからね、まあまあまあ分かんない、他にもいらっしゃるかもしれない、うん、ということで流行の大使はそんな感じでございますね、はい、はい、もう一個ぐらい行く、どうする、行きます、行こうか、はい、はい、じゃあ続いてはこのニュースです渡辺直美国内のインスタで2冠、インスタグラムが今年を振り返り日本で人気の、それでもやるんだろ、そうです、っていうことは一緒じゃないか、言ってることは、お前そうだ、おかしいだろ言ってることが、そうだ、飽きたからやめんのか、飽きたからやめない巨人になったやめよじゃん、はい、やり続けます、やめよバカお前、はい、やめそうなの言うんじゃない、はい、飽きてるでしょうじゃないだろお前、すいません、はぁ、機嫌悪くなっちゃった、結構難しいんだよ、いやだから風変わるからねほんと変わるよ、海沿いの街だよ、ほんとに山崎さんとかこっ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 、食べろ反省して、これ何よこれ、なんだこれ、卵、卵、さっき一個食べたのにもう一個いいの、うん、俺だけ悪くない、食べろ、いいな、うん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 、あ、おいしい、な、爆弾ならない、うん、うん、どうだよそうだよそうだよ、なるだろそうだよ、なるだろそうだ、爆発しなかったんだよそうだよ、なるんだもん、美味しかったね、じゃあ飽きちゃダメだ飽きちゃダメ、はい、飽きたら終わり、わかりました、勉強になります、ジオネーム三平、サムスミスね、あ、サムスミス、サムスミス、はい、ラジオネーム三平、はい、パンティが欲しくてたまらないワコードたちへ、確かにパンティはいいよな、ロマンがある、ズボンやスカートに覆い隠されてる神秘的な布だもんな、手に入れた気持ちよくわかるよ、しかもフロント部分が透けてるやつやケツの割れ目に紐が食い込んでるやつもあるもんな、そりゃ欲しいよ、かくいう俺もパンティーには相当金を使ったすぐ使いたからこれがツイッタースナックのおっさんみたいなもんなんですね、そうそうそう、すぐもあれツイッターおじさんのおじさんのツール、はい、ツールツイッターのおじさんのツール、インスタは女性の可愛い女性のツール、はい、ツイッターおじさんのツール、あ、これで明日のニュース出るよ、これがこの発言が、はい、コーナー行きまーす、コーナー行くぞいや、そんな、漁師とかなんですね。船が出るぞーいみたいなんですけど、ね。はい。おー、なってるなってる。船までやると。なんだこれ。おー、船のおじさんたちの芸風は。頑張れー頑張ってこよー帰ってくるぞ、またなおーい、なんで漁師のトマトって。古いんだよ、なんか鳥の鳴き声とかよ。いいですか、言って言っていいですか、行けよバカ、はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことを、坊ちゃんタイトルし言ってないよ、あ、言ってないですか、言ってないよ、ただ高台行こう言ってたけど、言え言え、はい、そんなこと言ってましたですね、はい、ツイッターとかインスタグラムとかもいいんですかね、はい、有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です、真面目人間、なんだよ俺らが船の俺らが船の大河ドラマやろうとしてたのにすぐ高台行こうとしちゃいこれ真面目人間、真面目人間ってなんだよ、恥ずかしいわ真面目人間、いやいや突っ込んだんでしょ、真面目巨人、なんだよ俺真面目なんだよ真面目巨人もみんな勉強していった方がいいよ、何の勉強してんの、鉛筆ねえだろバカ鉛筆は木の棒で地面に書こうよ地面に書いたらお前風で消えるだろバカ、パンティが欲しくてたまらないワコードたちへ、確かにパンティはいいよな、ロマンがある、ズボンやスカートに覆い隠されてる神秘的な布だもんな、手に入れた気持ちよくわかるよ、しかもフロント部分が透けてるやつやケツの割れ目に紐が食い込んでるやつもあるもんな、そりゃ欲しいよ、かくいう俺もパンティーには相当金を使ったもんさ、前世紀には給料の9割がパンティーに消えたよ、好きな女のパンティーを50万円で買い取ったこともあるし、好きじゃない女のパンティーを20万で買い取ったこともあるなんでペニオクで痛手を負った女性タレントのブログにパンティーオークションやりませんかとコメントして削除されたこともある、若かったよ、だがしかし俺は一度もパンティーを盗んだことがない、今パンティーを盗もうとしている若者たち
もう一度考え直せ。ただで手に入れたパンティーに価値はないぞ。汗をかき、恥をかき、死ぬ思いで入手したパンティーで思いっきりマスをかけ、その飛び散ったザーメンはきっと虹のように美しいだろうよ。これ言ってんのかな。陰謀踏んでるんですよ、はい、北海道一の千歳をアピールしようと、うん、卵をモチーフにしたゆるキャラ、うん、タマランとタマリン一歩姿ですね。いや、タマランとタマリンよりはケイちゃんとランちゃんの方がいいでしょ。かわいいね。タマランとタマリンはちょっと下の匂いがしますよね。ねえ、ねえ、これタマランっていうね。オットセイからよだれがピュッっていう感じがしますよね。それはダメですよ。ケイちゃんとランちゃん。ケイちゃんとランちゃんの方がいいですね。かわいらしい句はありますけどね。なんだ巨人。え？なんだなんか、はいはいはいみたいな。なんかオットセイとか言ってなかったのになんか言ってくるから。オットセイの口からよだれがピュッっていいじゃないか、別に何なの。いや、いいけど、その別にどうのね、中に卵で、それオットセイ出てきてなかったのに。いや、いいよ、もうこれ卵食べてみな、美味しいから。なん、ちょうどお腹空いてたけど、いいの食べてみな。なんか悪いね。ゆで卵だから。ゆで卵、うん、ありがとうございます。バッ、うわぁコーナー行きましょう。飽きてるってやらせないでくださいね。飽きやらせな。飽きたところに、はい、飽きてもやらせるところにまた次の道が開けるので。なるほど。今は辛いけど。飽きたからやめるんだったらもうやらない方がいいよ、ブラックパイナーを。ブラックパイナーを飽きたっていう時点でやめるんだったらもうやめないと今日。ブラックパイナーをそうよ。ブラックパイナー SOS なんてみんな飽きてんだから。あ、なるほどね。あ、そっかそっか。それでもやるんだろ？そうです。っていうことは一緒じゃないか、言ってることは。そうだ。おかしいだろ、言ってることが。そうだ。飽きたからやめんのか。飽きたからやめない。巨人になってやれよ、じゃあ。はい。やり続けます。やれよ、バカ、お前。はい。やらさないんじゃん。はい。生意気。飽きてるでしょ、じゃないだろ、お前。すいません。はぁ、機嫌悪くなっちゃった。進むコンテネズミだ。ごめん、ネズミだ。そう、ネズミ食ってるみたいな感じで。俺、食ってる。口の周りが血だらけになってるって。それネットに発表してさ、うん、今の俺の嫁は彼女の時、それプリントアウトしてさ、うん、これ本当なのって言われた。違うよ。本当じゃん。違うよ、嘘に決まっとるやないか。食べてたじゃん。酔っ払って。いつ見たよ。酔っ払って。食べてないよ、そんなものは。山崎さんが覚えてないだけかもしれないですね。え、有吉さん見たっつって。名倉さんの、うん、ダウンジャケットが焼けたヒーターでネズミ焼いて食ってたじゃん。いや、もうそれ酔っ払ってなくて、しっかり、あ、意識あるやん、それだったら。食ってないから、そんなものは。ちゃんと炙ってた。でもね、確かに、ね、アイスの棒、はい、ネズミのお尻からアイスの棒を入れて、あの、あ、魚、イワナみたいにヒーターで炙って食べてたじゃん。どんなにワイルドやねそれ。刑務所って、あの、簡易シャワーに流して。やるかよ。やめてって言ったんですか。ただね、俺酔っ払ったふりしてね。ふりしてね、恥ずかしいから。後輩の前で。天袋にネズミの糞がいっぱいあってね。はい、それを坊ちゃんがた、あの、掃除してくれ。掃除で。天井に糞がいっぱいあってさ。はい、だから食べてる、いや、食べてる。糞はあれどもネズミの姿はない。うわぁ、怖い。っていうことはね。違うよ。引っ込んだよ、ネズミは。山崎さん、これ、ほら、ネズミ食べてみな。いやいや、ちょっと、おい、ちょっと、ボン！うわぁ！虐待したんだよ。おじいちゃんの虐待になるじゃん。ネズミ食わして爆破されたら、ね、で、わぁ、おじいちゃん虐待だ。ダメって言ったでしょ、食べたら。ないやおじいちゃん。食べませんよ。これ食べ物じゃないの。分かってるよ。で、口に入れて。あさい。ラジオネーム。はい。M1、不足だぞ。はい。はい、ラジオネーム3手。有吉さん、ジャスティン・ビーバーとかいう YouTuber 上がりのチャラついた金髪小僧が M ステに出演をし、AKB48 現場監督である高橋みなみさんに色目を使い、本番中に投げキスをしたり、セクシーだね、と囁いたりした挙句、収録後のバックステージで肩を抱いてキスまでしてやがりました。おい、クソチン・ビーバー、顔もスタイルもトークも満点のパーフェクトレディに手出せた、いい度胸してんじゃねえか。お前が気に入った高橋さんはな、圧倒的な美貌とダイナマイトボディで男性ファンの股間をわしづかみにするセックスシンボルであり、上沼恵美子顔負けの関西弁で日本中を笑わせてる希代のスーパーアイドルなんだよ。年収50億クラスのチンピラカナダ人ごときが落とせる玉じゃねえぞ、この世界クラスの物線が。言ってんの最後の最後間違ってるぞ。褒めてたんだろうね。立てて立てて、すいません、今日はこれぐらいにしておきます。はい、一旦で。スネイナイツドリーマーライブオンエア。さあ、ということで、もうね、1時間経過。今日はもうちょっと M1 ね、気になって、タイムマシン3号の話なんてありましたけど、残念ながら、ね、残念ながら、という4位です。4位ですね。という結果でございます、ね。惜しかった。うん、はい。じゃあちょっとついついね、こっちも漫才漫才に1時間。全然漫才に成立しなかったと思いますよ、ね。ラジオネーム、フーリガンとか、はい、FM ながら。
トレエンのハゲたパリピマジウケんだけど、タイマとレベチで逆にウケるってことで、アリシャデブと山本の CP への電話鬼おにこよろ。分かれへんわ、おじさんじゃん。白木のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、www.jfn.jp/dreamer です。はい、そのホームページに飛んだ時に、はい、ついでに、人気投票をしてきてくれても構いません、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします、はい、お願いいたします。誰なんだろう、分かんないんだよな、これが誰が来たんだろう。今スッとノリで、ノリ出てきた、ノリで、うん、ノリでイタコこんなん出ましたけど、おあれそれお母さん、それイタコの人のモノマネ。スネイナイツドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ、今夜のメールテーマは年末楽しみにしていること、はい、ということでございます。はい。あれ、山のお前、はい、なんか勝手にお前 LINE スタンプとかやってるらしいな。勝手にというか、何 LINE スタンプやってんの？はい、LINE スタンプを作って、はい、一応売ってます。あれ、どうやって登録すんの？なんか一応最近クリエイターズスタンプっていうのがあって、そんなに企業じゃなくても自分たちで。あれ、お金かかんの？登録すんのに。登録すんのお金かかんないです。どうやって、審査あんの？審査あります。でも何個か、20個ぐらい、いや、全部40個出すんですけど、うん、何個か落ちました。それで、またスタンプ書き換えて、また出して。自分で作った、はい、自分で、はい。すげえ。自分であれパソコン上で書くってこと？いや、普通に絵を紙に書いて、それをなんかスキャンしてもらって、はい、でパソコンに詳しいやつにその申請を出してもらったんですよ。同じやつね、はい、その前に、はい、なんかネット番組、うん、ネットかいそこって言ってますけども、はいはいはい、で、まあ、どうせあのスケジュール入りそうないから、うん、入りそうないんかい、ツッコむね、全部ツッコむね、年またぎでどこまたいでんねん、年だいたいまたぐ年、年、年、はい、そこでなんかネットの放送を事務所でやろうかっていう、ええやないかい、いいんですよ、誰も聞かないんじゃないかっていうね、メールフォーム、はい、メールフォーム聞きましたけども、メールフォームを発表しておきます。www.jfn.jp/dreamer、www.jfn.jp/dreamer、携帯電話からも送れます。はい、大事なことなので2回言いましたっていうやつか。さあさあ、嫌な相手が入ってる。この相手が入ってるね。説明せんていいとこ説明するね。ね、なんかね、よう分からないけど。言うてますけど。おかしいです。演出者の笑い声だけでじゃないですか、なんか漫才師っぽくなくなっちゃうんだよな。言うて笑ってますけども、どんな漫才なんですか。お知らせございます。はい、2つお知らせございます。はい、2016アシスタント選抜総選挙次世代エースを選べね、はい、現在番組のホームページで投票受付中でございます、はい、現在もう投票票数すでに5万票を超えております。お、はい、もうね途中結果は発表いたしませんけどね、あ、そうなんですか、本番までね、はい、発表してますが、はい、投票方法は例年と同じでございます、うん、番組のホームページにバナーが貼ってございます、はい、クリックすれば投票フォームにジャンプいたします、うん、平成ジャンプします。さあ、候補者の中ありがとうありがとう、はい、山野、はい、僕もまだこれ決まってないんですけど、決まってないこと言うんかい。まあ、もしかしたらっていうことなんですけど、なんかおかしなこと言うてますけど、はい、まあまあね、はい、はい、どうぞ、はい、大晦日にもしかしたら大晦日って言えばあれね、12月の31日のことですね、はい、そうです、正月の前ね、はい、正月の前に、はい、なんかネット番組、うん、ネットかいって言うてますけども、はい、で、まあ、どうせあのスケジュール入りそうないから、うん、入りそうないんかい、ね、前突っ込むね、全部突っ込むね、年またぎで、年またぎでどこまたいでんねん、年だいたいまたぐ年、年、年、はい、そこでなんかネットの放送を事務所でやろうかっていう、うんうん、ええやないかい、いいんですよ、誰も聞かないんじゃないかっていうね、メールフォーム、はい、メールフォームを聞きましたけども、メールフォームを発表しておきます、www.jfn.jp/dreamer、www.jfn.jp/dreamer、携帯電話からも送れます、はい、大事なことなので2回言いましたっていうやつか。さあさあ、嫌な相手が入ってるな。この間の人は下手くそだよね。説明せんていいとこ説明するしね。なんかね、よう分かるけど。はい、言うてますけど。いやいや、おかしいです。演出者の笑い声だけでじゃないですか。漫才師っぽくなくなっちゃうんだよな。言うて笑ってますけど。どんな漫才なんですか。お知らせございます。はい。2つお知らせございます。はい。2016アシスタント選抜総選挙次世代エースを選べね、はい、現在番組のホームページで投票受付中でございます、はい、現在もう投票言うもう一回やるね、はい、理解があんまりできなくてちゃんと読めなかった、はい、すいません、俺が、うん、
北川景子さんに思いっきりチンコをヒールで踏まれながら、実家から送られてきた米を炊きたてで駆け込みたいという童貞丸出しのネタを投稿しようとしたところを、はい、矢沢永吉に見られてしまい顔を真っ赤にしていたところ、矢沢も童貞だった時代があったんだぜ、という優しい言葉とともに、プレミアモルツを手渡される。俺は矢沢永吉の優しさに涙しながら一緒にプレミアモルツを飲み、そしてその後そっとメールフォームを閉じたい。やめたのか。やめたんだな。ラジオネームブラザーフット、ブラザーフットオブスティール、はいはい、俺は平愛理ちゃんと食材しりとりで勝負する、うん、高菜、梨、七味、味噌、順調に進んだところで愛理ちゃんはソースという、うん、俺は少しだけにやりとしてすだちと続ける、すると愛理ちゃんはチンゲン菜、あ、チンゲって言っちゃった、今のなしと慌てふためく。俺は心の中で、よし、今回もどさくさに紛れてエッチな単語は言わせることに成功したぞと密かな喜びに浸る。次回は昔の遊びしりとりで、ぜひとも万華鏡と愛理ちゃんに言わせたい。なんだよこれ。わかるね。わかるの、わかるわ、これはわかる。わかる、これはわかる。可愛いとこはちょっとありますよね。これはわかるか。昔の遊びしりとり。小1時間立てこもれ、車の中で40代のおばさんの父もめ、土下座してまーちゃんごめんねって謝れ。堀北さん、こいつはただのドスケベストーカーです。年内に証拠を挙げて提出しますので、どうか僕だけのエロサンタになって履き古したソックスください。あ、もう今年ですか、あれもっと前に気しますよね。ラジオネーム起きてるし、あゆこと浜崎あゆみの歌歌いおばさんが自宅や別荘を売却して下町の賃貸マンションに引っ越したという女性週刊誌の報道に対し、自身のツイッターでこう反論をしていました。私普通に青山の自宅に住んでるし、うちに遊びに来たらいいのに。有吉さん、女性経験がない僕には分かりづらいのですが、これは試されていると考えてよろしいでしょうか。スエゼン食わぬは男の恥、ビッチの誘いを断るのは童貞の恥です。東京都港区の世帯数は約13万、うち青山の世帯数は約2万程度、1000人の童貞が集まれば1日20件のローラー作戦で潰せます。各地好みの変装で青山墓地にご参集ください。花崎さん、マンションの近所で青いシャツと帽子を身につけた森末真嗣風の中肉中背の男がいたら僕です。青山でお会いしましょう。犯罪予告ですよ、このは。最低ですね。そういうことやらない代わりにパンあげときます。約束だぞ。はい、はい、ラジオネーム三平、有吉さん、ジャスティン・ビーバーとかいう YouTube 上がりのチャラついた金髪小僧が M ステに投票方法は例年と同じでございます。番組のホームページにバナーが貼ってございます、はい、クリックすれば投票フォームにジャンプいたします、うん、平成ジャンプします。さあ、候補者の中からこれぞ、はい、という一人に投票してください、はい、投票12時間に1回のみでございます。24時間1日で2回チャレンジができます。そうですね。わかりやすいね。わかりますね。ありがとうございます、はい。なんかちょっとした携帯ゲームのね、ガチャぐらい、回数ですね。だと下手やな、ちょっと。だと下手なんやな。ですね、2回引けたりしますね。だって何ですか、ちょっとその厳しいな、はい。厳しい先生か。いや、まんまやねんか。だと下手なんやんか、ほんまに。お知らせその2枚。豊けて、豊けて。お知らせその2。はい。サンドリキャラクター祭り2025。多すぎだろ、10も。今15年だろ、なんで25年のことやるんだよ。おかしいだろよ。緊張するな。すいません。今日決勝だってことです。すごい決勝の舞台で緊張してるね。すいません。いつも突っ込みでいいんだぞ。はい、はい、はい。再来週でございます。再来週、はい。来週の次、再来週。そうですね。今年のサンドリキャラクター祭り行います。はいですね、今年、この番組に登場したいろいろなキャラクターですね。私がまあ、いろいろとやったもので、お気に入りのものがあったりとか、はい、まあ、アシスタントの中でのお気に入りのキャラクターとかですね。を教えてください、うん、投票でね、うん、投票で登場してまいりますので、はい、番組制作の都合で本当に申し訳ないんですがね、うん、素材さあ2015年12月6日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です、今夜のアシスタントは山崎モータースとイノシシ太郎です。
東京半蔵門の JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーでございます。はい、はい、うん、山崎さん貧乏臭いね、トレンディエンジェルです。トレンディだね、早速取り入れて。トレンディエンジェルが、はい、見事、優勝ですか。ラジオの口調変座、うん、上も岡山、うん、A マングライムトレンディエンジェル下克上優勝で無事終わりましたが、下克上優勝っていうのかな、まあまあ敗者復活から来たということでね、今年の M1 で一番印象に残ったのはやはり LDH の社長夫人上戸彩ちゃんですね。ひと妻となっても笑顔には少女の雰囲気が残ってて、やっぱりめちゃめちゃ可愛いですね。漫才の途中で抜かれる笑顔の彩ちゃんをおかずに今夜は抜こうと思います。見てたよ、漫才見てない人見るわけですね。そういう人もいます。それだからやっぱあの人が司会なわけですから、そういう視聴者も取り込みたい。確かにいいことだよね。ラジオネーム白キャベツ、FM北海道、タイマシン3号結果は残念でしたが、ヤフーの視聴者投票では堂々の1位です。有吉さんはもしかしたら決勝、有吉さんもしかしたら決勝進出者でこれから一番売れるのはタイムマシン3号かもしれません。そんなわけねえだろ。いやそんなどんな素人考えなの。いやでもすごいですね、ヤフーでそんなのもやってるんですね。すぐネット投票、ネット投票何のためにあれ審査選んだってやってるんですけど、まあ、ね、今日はみんな、はい、みんなが選んだチャンピオンだろうよ。はい、本当そうですよ。みんなが選んだチャンピオンなのにひょっとしたらとか、うるせえな。まずトレンディエンジェルおめでとうでいいの。お茶こぼしてね、カビだらけのタオルで拭いてるんでしょうから。そんなばっかりじゃないですか、ね、だからちょっと楽しいこと起こらないでしょうけども、妄想でいいです。あるからね、はい、楽しみにしてることを教えてください。はい、はいはい、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。www.jfn.jp/dreamer です。はい、そのホームページに飛んだ時に、うん、ついでにあの人気投票してきてくれても構いません、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お願いいたします。あ、ん？誰なんだろう、分かんないんだよなこれが。誰が来たんだろう。今ちょっとノリで、ノリ出てきた。ノリで、うん、ノリでいたこ、こんなん出ましたけど。おあれ、それお母さん、それいたこの人のモノマネ。Slay Night Dreamer Live on AirSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、今夜のメールテーマは年末楽しみにしていること、はい、ということでございます。はい。あれ、山のお前、はい、なんか勝手にお前 LINE スタンプとかやってるらしいな。勝手にというか、何 LINE スタンプやってんの。はい、LINE スタンプを作って、はい、一応売ってます。あれ、どうやって登録すんの。なんか一応最近クリエイターズスタンプっていうのがあって、そんなに企業じゃなくても自分たちで。あれ、お金かかんの、登録すんの。登録すんのお金かかんないです。どうやって、審査あんの。審査あります。でも何個か、20個ぐらい、いや全部40個出すんですけど、うん、何個か落ちました。それでまたスタート。最低20キロって何人暮らしだよ。一人暮らしでもみかんなんか頼まへんもんね。今時いないよ、あの手の先黄色くしてるやつね。ラジオネームちょっと面白いな、あげたかったけど住所ないからまたチャレンジしてください。もったいないね、はいはい、ラジオネームチキンカツ定食、うん、FM 香川、はい、こんばんは。年末楽しみにしていることは、うん、僕の唯一の喋り相手、遊び仲間である弟と会うことです。弟はパチンコ屋で働いていて、僕は無職のぐうたら人間ニート、弟に嫌なほど奢ってもらうつもりです。俺も弟ばっかりだから。弟ね。弟ね。これテレビ出演してました。してました。ね、はい、ラジオネーム天野、FM 岡山、有吉さん、ゲスナーがラインスタンプを買うというのは間違いです、うん、なぜなら買っても送る相手なんていないから孤独。そもそもその前にスマホなんて持てるわけがないです。ピンポン。ああ、年末の炊き出しが楽しみだな。大規模オフ会だ。オフ会じゃねえからね。やめろよお前、オフ会のつもりで行くの。まあ、ゲスナーラインスタンプ買うなんて思ってないな。ゲスナーラインスタンプ売ったらっつってんだよ。そうなるほどね。提案ですよね。どうせ家いるんだからっつって、はい、あ、そういうことね。炊き出し待ってる間お前の絵描いてやれって言ってんだよ。ラインスタンプ、うんうん、自分でできるんですから。大丈夫な、ミスターだった FM 宮崎、はい、いいんだよね、これやってて、ね、はい、山野さん、はい、ラインスタンプの登録の仕方教えてください。お、山野さん、山田さんはたった数千円とおっしゃってましたが、はい、1000円あれば鶏卵10個入り4パック購入することができます。寒い冬ですね。あいつ CP らしいよみたいな。みたい。なんだって。すごい。すごいね。カップルが古い言葉かと思ったらその略語を使うんですね。パコっても入ってないですかね。浜田ブリトニー流行語大賞があればいいんですけどね。パコってとかね。今もや、ね、ちょっと痩せてね。この前ツイッター見てたらあいつが声かけてきてた。有吉さんパコりたいんでしょ。最高だよ。めちゃくちゃ面白い。俺あいつ面白いんだよ。直接来たって思ったの。パコりたいっしょ。めちゃくちゃ面白いですね。というような流行語、はい、いろいろあるみたいです。すごい。はい、まあうちのこの番組的にはね、はい、まあ流行語大賞は、はい、おちんちんドローンおじさんというそんな流行語ブレイクいたします。Slay Night Dreamer
live, on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.だからニュースね。だからギャル流行語大賞がやっぱまだちょっと俺ら全然知らねえから言っとくと、はい、CP がカップルの変化形です。だから、ね、これメールとか LINE で使ってるような言葉が入ってるから、うんうん、実際にこの CP じゃないって言ってるとは思えないけどね。なるほどね。そうですよね。うんうん、おにこわかんのかな、このラジオ聞いてる おじさんたちは。本当結構高いですね。万年床で寝てるおじさんたちはわかるかね。鬼子って言われて、鬼コールの略、うん、鬼コール一気コールとかそういうことですよね。鬼のような。